はい。それではやっていきたいと思いますね。共通テスト英語リーディング対策講座になりますね。はい。今回からやっていくんですけども、まあ、2022年の本試験の問題やっていきたいと思います。まあ、2022年のね、本試験はもう共通テスト側が一体何をしてほしいのかっていうのが非常によくわかる問題だったと思うんですけど、どうでしたかね。まあ、苦手な人も多かったと思うんですが、どういう意図が 作られててていいるるののかかそししししどうして難難ですねまあ難しくなるとは言っててたと思うんんです,けどです、ね、その理由なんかを解明してい、いいと思いますはい、それでは、第1問はそこまでまあ難しくないというか、レベルは高くないんですけど、やっぱり慣れてない人には大変っていう感じだと思います。はい、見てみますね。はい、第1問。You're studying about Brazil in the international club at your senior high school. はい、あなたの高校で勉強してるんですね。Your teacher asked you to do research on food in Brazil. です、ね、はい、ブラジルのフードですね。についての音ですね。なんとかについての音 リサーチ。はい。Do research. リサーチ。基本、深さんで使いますからね。それを頼んだと。You find a Brazilian cookbook and read about fruits used to make desserts. はい。デザートを作るために使われているフルーツについてのを読んだと。まあ、あんまりここはね、ヒントにはなってないですけまあ、一応状況がわかりますね。これ読むことによってね。まず、説問を見てですね、何をしなきゃいけないのかっていうのを理解することが大事になりますので、その目的意識を持って読むっていうのを忘れないでください。これがめちゃくちゃ大事なんですよ。で、見てみると、ドイツが、ボス、 よ、なでや、みたいな、すよ、くぴょわ、ほみたいなですね。何これ、C の下に、にょろって出てるよ、みたいなね。セィー言って言うんですけど、はい、こう、にょろって出てる。 セティーってフランス語だ。ニョロって出てるよとかね。and body, tea, body tea can be used to make っていうふうに書いてあるのでこれを作るのに使われますよ。はい。使うことができるよって言ってるのは一体どれか。そうです。これだから探しに行くんですよ。これがいわゆる共通テストがあなたに言いたいことなんですよ。単語全部知っとけじゃないよってことですね。知らない単語に出会ってもちゃんと答え出せなきゃいけないよって言ってるわけです。まあ、こんなのまさに知るわけないじゃないですか。英語じゃない。ポルトガル語ですよ。 ねっていうのがあなたへのこのメッセージなわけですよ。共通テスト側のでだから探しに行きます。で、だから頭の中まあ c と b だけ入れときますけど、はい、c で始まるやつと b で始まるやつ。何作るの？っていうので入れときます。で、これで全部読んでたりとから時間が無駄なんですよ。c と b だけ読めばいいかでしょこいつと。 こいつが何使われるの何を作るのに使われるのか、共通しているものさえ見つけりゃいいだけですからで見るわけです。smells and taste like chocolate チョコレートのような味と匂いですね。チョコレートを作るとは書いてないですね。g r e a t f o r desserts デザートにいいよ。such as cakes and with yogurt ですね。はい、ケーキって感じですね。あとはヨーグルトと食うのもいいんでしょうね。で、brazilian love the chocolate f l a v o r e d juice of this fruit ですね。ジュース。 でこっち見るとオレンジインサイド、inside, similar to a peach o え、そうなんだ。中はオレンジ色でピーチとかマンゴー似てる。Tastes very sweet。甘いんだね。Melts in your mouth。口の中でとろける。Best for ice cream, cakes and jams って書いてあるから、はい共通しているのはケーキである。 っていうですねはいこれが複数のの情報を照らし合わせるというものですこれができるようにならないと共通テストの問題ってやっつけることができないんですよだからこれが情報処理問題だよ共通テストとかって言われるんですけど情報処理問題って何って言って情報処理問題のすごく有名なものっていうのはこの複数の情報を照らし合わせることができるっていうものなんですよということでケイクが正解でしたとなるわけです 2>, 2個目「f you w a n t to make a sour cake」 っていう情報出てましたね、はい、酸っぱいケーキを作る。The best fruit to use is 使うのにベストなフルーツはどれだだからサワーケーキを探しに行けばいいんですよ。酸っぱいケーキです。はいで、それを見ていくと、まあこいつはね、ケーキケーキって書いてあったこいつは甘いって書いてありましたよね。で、こいつはチョコレートのようだって書いてあったんで、もうここじゃなくて、じゃあ,あとこの2つでどっちかなっていうふうに見ていきます。Looks like a、grape. ねはい、グレープのようだ。3日以内に食えって,言ってますね。で、t フターデあ、サワー出てきましたね。サワーになったら、Use them for making jams, jellies and cakes。出てきましたよ。ほら。サワーでケーキじゃないですか。この J がついてるのが正解だっていうので終了っていうことですね。こうやって解きましたか 共通テスト終わんない終わんない時間足りない時間足りないって言ってるの分かるんですけど全部読んでますもしかしてダメですよ答えに関係あるとこだけを取るこれがスキャニングと言われるものですもちろん全部読んでった方がいいような問題もありますよ問題もあるんだけど明らかにいらないでしょこのピタンガーみたいなやつね comes into varieties the、ladies. red and green red to the green got they use the sweet red one for making cakes sweet ってケークって来てますからねほら甘いんですよだからケークって書いてあるけどねつかみんなケークなんじゃんね結局ね The sour green one is only for jams and j e l l y ほら、サワーの方は、ジャムとジェリーって書いてあるから、サワーケーキではないですね。そう、だから無駄に情報をいっぱいね、乗っけておいて、惑わすわけです。そう、だから知らない単語があっても、答えに関係ある場合、必要な情報を拾い上げてで、ね、スキャニングと言われるやつです。そして、情報を照らし合わせましょうねっていうのが、これが共通テストがあなたにしてほしいことなんですよ。 はい、続いて2問目いきましょうね。You're looking at the website for the city zoo in t o r o Canada ですね。はい、トロントカナダの。And you find an interesting contest a n n o u n c e m e n t コンテストなんだ。へ You're thinking about entering the contest.Contest にエントリーしようと思った。そう、エントリーってここから来てるんですよ。ちなみに内容は contest.Name a baby g i r a f f e ですね。ジラフの名前ですね。もうこれ書いてあるかわかるんですけど、キリンの名前をつけるってね。なんかパンダのやつみたいですね。シャンシャンのやつみたいですけど、説問を見ていきますね。 You can enter this contest between って書いてますから、はい、あなたがこのコンテストにエントリーできるのは、いつからいつまでですか頭に入れます。次。 When submitting your idea for the baby giraffe's name, you must, はい、baby giraffe の name の idea を submit 提出するですね。提出するときに、あなたはこれをしなければいけません。まあ、提出時。で、次が、if the name you submitted is included among the five finalists.five finalists に選ばれたら、you will. って言ってますね。はい、なんで、情報としては、名前を提出するときにしなきゃいけないと。で、コンテストは、 この日からこの日まで。そう、BetweenA andB って FromA toB と同じような意味になりますから。っていうのを3つ、はい、頭の中に入れられます。そう、目的意識を持って読まないと、何回も何回も読み直しちゃいますよ。そうじゃなくて、ちゃんと、ああ、いつからいつまでなんだろうな、エントリーは。そうか、提出する時に何かしなきゃいけないんだ。そして、5人に選ばれたらこうだよってですね。 読んでいきましょう Let's welcome our newest animal to the city zoo City Zoo、ね、に新しいアニマルを welcome to A healthy baby giraffe was born on May 26th 5月26日生まれたと At the city zoo He's already walking and running around ですね、歩いて走り回ってるとかもう全然いらないわけですよこんな情報パッパッパッとぶっ飛ばして読むんですよわかりますよ怖いじゃないですかなんで早く読むってことですそう、スピードを変えて読むっていうのが大事です He weighs 66kg i l o r and m s a is 180cm e n t i e e t r tall ね、もう大きいね、ベビーなのにね。Your mission is to help his parents。parents を助ける。Billy and Noah pick a name for their babies。はい、ベビーの名前を選びましょう。ですね、もうどうでもいい分かってるけど関係ないことに。How to enter？はい、どういうふうにエントするか。Click on the link here to submit your idea for his name and follow the directions。はい、クリックしてでそこからフォローしていきましょうっていうふうに言ってますね。Names are accepted starting at 12 a.m. on June 1st。あ出てる。はい、June 1st。Until 11.59pm on June 7th と書いてあるから、はい、June 1st から June 7th だっていうのが分かりましたね。ということで、こいつが正解。 はい、これは大したことないですね。すぐに分かったんじゃないかなと思いますね。できなきゃダメですよ。答えに関係ある場所を探しに行くわけですから。で、watch the baby giraffe on the live web camera to help you get ideas. ね、はい、アイディアをゲットするために、ウェブカメラで見るわけですね、GRF をね。で、live web camera のリンクがありますね。で、each submission is five dollars と書いてますね。5ドル はい。払わなきゃいけないんですよ。all money will go towards feeding the growing baby giraffe. s そうだって言ってる baby giraffe に餌を与える feed ですね。フードと関係しているって知ってましたはい。そこに行きますよと言ってるので、はい。5ドルあなたは払わなきゃいけません。はい。buy our day pass.day pass を買うわけじゃないですね。1日券を買う必要はないですね。ペ a y the submission fee. そうです。5ドルを支払いますね。 You spend ファイブダ o l ス a ったシ t the c i t y c i t で5ドル使う。何に使うか分かんないじゃないですか。しかもこれオンラインでやってるわけでしょう。なんで Cities に。まだ5ドルっていう単語を使ったきっかけですね。まあ、あとこれ、ね、スペンドを1 0ドに見えちゃって間違えたなっていう声も聞きましたね。やらしい。Watch the giraffe through the website ですね。ウェブサイトを通して、ジラフを見るのはありますけど、しなきゃいけないことじゃないですね。アイデアをゲットするためにねって言ってるだけで、絶対見なきゃいけないなんていうのは書かれていません。 はい、じゃあ5ファイナルスのトの仕事は、8月2 5す。1人を選ぶことです、ね。1人を選ぶことがの中から5人選ぶことができます、ね。ます。1はい、ここで出されるとができます。はい、ここで出されると、ね、はい、どうやって決めるの ?Click n the live s t r e a l i n between 11 a.m. and 12 p.m. と、ファイナルスのコンテストコンテストストのコンテストのコンテストのンテストのコンテストのコンテストのコン n ストのコンテスイのストのコンテストのコンテストンテストのコテスト 言ってるんですけどままあまあ全然関係ないね,、ま、だね p r プライゼ show All five contest finalists will receive free one day Zoo passes valid until the end of July. はい、出てきました。はい、この人たちは、Zoo の one day pass をゲットしますよって言ってね、はいえー。なんとかまで有効なって言うんですね、この valid、えー。他に言い方のしてますよ、valid と意外に知らないですけど、Good って言いますかね。good until the end of July とか。 effective とか言いますね。は、ま、い、あ。ということで、free one day pass をゲットできるので、 Get free entry to the zoo for a day.Hi,、はい、one day pass. 言い換えてますね、はい。そうです。これね、本文の表現が言い換えられてるっていうことが多いので、そう、言い換え表現に敏感になるっていうのを忘れないでくださいね。まあ、そのまま書いても、これなんかは June 1st とか June 7th とかね、わざわざ変える必要はないんですけど、まあ、ただ Between&B be ね、Until って書いてあったのがね、Between&B be に変わってましたよね。こういうふうに本文の表現が別の表現になってるってことはよくあることですので、注意していきましょうね。Have free access to the live website、ね。はい ウェブサイトはずっとフリーだったし5人に残ったらっていうものではないです。meet and feed the baby giraffe ですね。はい。ビー g i r に餌を与えられるなんて書いてない。take a picture with the giraffe's f a m i l y g i r a フ f e s f a と写真を撮れるも書いておりません。まあ気になる人のために、ね、後ろ見ると The one who submitted the winning name will also get a special photo of the baby giraffe with his family. そうです。だからこれ選ばれた1って書いてあるから1って犬みたいだけど名前が選ばれた人は写真撮れる。 As、well、as the private safari tours well the night tour. プライバットです。もういいですね。プライベートのツアーに行けるよというふうに書いてありました。はい。どうでしたかね。まあ、ややこしいやっぱり引っ掛けは用意されているので、えー、非常に面倒くさいところではあるんですけど答えに関係あるところさえ見つけてしまえば実は簡単に。 回答することががででできるっっていうものだだたわけすすねだから差がつくんですよこれ簡単だって思う人にとってものすごく簡単すぐ終わっちゃうでもえー、こういうの慣れてないです答えに関係するところ見つけられないですって人は時間かかっちゃうっていうのがこういう問題でしたはいでは次回はですね第2問に行きたいんですが、まあ、第2問 A とかね本当にめんどくさかったと思いますけど、はい、その情報処理のやり方について話していきたいと思いますそう印つけるの忘れないでねだから本番ではこれ、まあ、問題数少ないから書いてないですけど 1,2,3とかね。まあ、もしくは問題のあの番号3、4、5っていう風にあの印をつけるのを忘れないでください。じゃないと見直しするとき。まあ、見直す時間がないって人が多いんですけど、大変なんで、こういう印をつけるっていうのを忘れないでください。はい。ということで、シャワードこうやってですね、対策しっかりやっていきましょう。そして、ぜひとも共通テストの私の参考書出ておりますので、そちらも使っていただければと思いますので、ぜひぜひよろしくお願いします。はい。この動画良かったら高評価、チャンネル登録、そしてクラウドファンディングも忘れずにお願いします。 本題は始まりました共通テスト対策英語リーディング第2項になりますね第2項は第2問の A を扱っていきたいと思いますまあこれがね多くの受験生を悩ませたというか手こずらせて非常に困らせたものになるんですよね本当に困ったと思います私もこんなに面倒くさい問題出てくるんだなと思いましたまあやっぱり22年の本試験は第2問と第4問が酷すぎるというふうに思いましたまあ難しい知識を出さない代わりに情報処理問題でめちゃくちゃ難しくする また全然ね答えに関係ないものでね惑わされた人たちもいっぱいいましたそれで文句を言ってる人もいたんですけどそこじゃないだろうって思ったんです。はい、見てみますね You are on the Future Leader Summer p r o g r a m、ね、プログラムのスペルがイギリス英語になっています。Which is taking place on a university campus in the UK. ユー、ねはい、で行われるんだって。You are reading the information about the library so that you can do your coursework.、ねはい、コースワークをするためにそうだったんですね。それができるように、ライブラリーについてのインフォメーションを読んでいますと。はい、o u r m o u t h University Library というですね、そこの情報ですね。 で質問を見て情報まず、問い1が、R2 things you can do at the library.bring、はいは in coffee from the coffee shop.coffee shop ーーからコーヒー持ってこれる。save seats for others in the study area.study area で他の人の席を取っておける。いや、怪しいですね。これね <laughs>。やっちゃいけないことの典型的なやつだけど。use the photocopiers on the second floor.2、ね、階のコピー機を使える。 Use your ID to make photocopies.、ね、はい。ID を使ってフォトコピーをします。あ、フォトコピーって別に写真だけじゃないですかね。コピーすること、フォトコピーって言います。Use your laptop in the study area. Study area で、ラップ,トップですね。ラップ。この、ももの部分でそこに乗っかるってことから、ノートパソコン。残念ながら、これ一個一個問題解いてったら終わんないんですよ。時間かかりすぎちゃうんで。だから、ちゃんと説問見ておかないといけません。You are at the main entrance of the library and want to go to the orientation you need メインエントランスにいて、で、オリエンテーションに行くっていうですね。この情報を探すのも面んかかったよね。ほんとんどかった。次、3番。near the main entrance to the library ですね。はい。メインエントランスの近くにあるのは一体何かでね。 コンピューターワークステーションなのか、リーディングルームなのか、スタディーエリアなのか、まあ、これはここさえ見つけられれば簡単なんで、はい、そこで行きましょう。あんまね、好きじゃないですよ。こういうふうに答えに関わるものがさ、かぶってるじゃん。こういうのはトイックとかだとあんまりやらないとか、下手な問題になっちゃうので、ちょっとね、うーんって思ったけど。次、If you borrowed three books on the 2nd of August and returned them on the 10th of August, you could. ませんもしこうだったらってなんかね条件ですね仮にこうだったらっていうのよくあるんですよこういうね情報処理の問題で8月2日に借りてでそれを8月10日に返したら行くこれができるもしかできないですねであー出ましたワンファクトですねファクト問題ファクトなのかオピニオンなのかってやつねオピニオンっていうのはそれってあなたの感想ですよねっていうのがオピニオンですファクトっていうのは事実 で、今回は条件ついてます。One fact stated by a previous student.Previous students によって述べられてるファクトですからね。他に書いてあるファクトを選んじゃって間違えちゃった。 っていうのね、はい聞きましたヘッドフォンズイヤフォンズ are necessary when watching videos ビデオを見るときにヘッドフォンとかイヤフォンですねあが必要わこれちゃんと分けてますね私は昔アメリカ行ったときみんなヘッドフォンズってイヤフォンのこともヘッドフォンズって呼んでたからびっくりしたの覚えてますけどで次は The library is open until 9pm 午後9時まで The library orientation handles are wonderful です、ね、いいよ wonderful ですよめちゃめちゃそれってあなたの感想ですよねじゃないですか素晴らしいとかさすごいいいとか悪いって 出てきた場合怪しいですよそれってあなたの感想ですよね全ての人がいいと思うものなんてないから The study area is often empty ですねはい人があんまりいませんですね、はい、では見ていきましょうもう情報がありすぎて大変なんですがあれらを 頭の中に入れることできますかまあ、特に状況を思い浮かべろって僕は言うんですけど、そう、状況を思い浮かべてですね、ぜひ倒してください。いただきます。Library card. はい、Library card があって、Your student ID card is also your library card and photocopy card って書いてあって、ほら、もう出てきたよ。1個目の答え。あなたの student ID カードっていうのは、フォトコピーカードになってますよ。 って言ってることですそう。これね、探すの大変じゃなかっただから、フォトコピーするときに使えるんですよ。しかもなんかさ、高校であんま使わないじゃん、コピーカードとかさ。か大学とかね、行ってる人だったらすぐわかるんだけど、コピーカードってね、慶応とかにもありましたけど、東大にもあったし、カードを使ってコピーするっていうイメージ持ってないよね、多分ね、お金入れてってイメージ持ってると思うんですが、こんなところにね、ここの答えあったんですよ。面倒だね。はい、だからここに 1D の答えがいました、実は。はい では、続いて。Borrowing books. はい。本を借りる。You can borrow a maximum of eight books at one time for seven days. はい。一週間で、えー、最大8冊借りると。To check books out.Check out あチェックアウトっていうのはその借りることですね。Go to the information desk. はい。information desk に行きましょう。Which is on the first floor.First、ね、floor にある。これがさ、なんか、これのせいでとかって言ってる人も関係ないじゃん、答えにさ。First floor はアメリカだと1階ですけど、イギリスだと2階のことですね。それのせいでできなかったとかっていっぱい書き込みしてる人も関係ないで。答えに何のこと If books are not returned by the due date, due ってこういう風うに使いますね。その締め切りの時。そうしなきゃいけない時。Due date. You will not be allowed to borrow library books again for three days from the date the books are returned. はい、ここに条件出てきました。えー、もし、締め切りですね。返さなきゃいけない日に、返さなかったら、3日間、 借りれなくなくっちゃいま東大の時どうっとのな慶応は確か罰金だった気がする。なんか10円とかだったかな ?1 日忘れちゃったけど。東大の時はペナルティーがあった気がする。何日間。お金払わなくていいのって思ったのを覚えてます。なんでこれですね。はい。もしあなたがオーガストセカン d 借りて、オーガスト1ンスに返してるって、これ1週間経っちゃってますね。はい。もう1週間以上経ってしまっているので、3日間借りれなくなります。だから、ボロー借りれますじゃダメですね。 7 more books 借りれるとか、8 more books 借りれるとか、ダメです。借りられなくなります。で、三日間ダメなんだから、not borrow any more books before the t h i r t e e n t h of August ね。はい、これが正解ですね。これだと七日間のペナルティーもらってますから、三日間のペナルティーなんで、これが正解です。厄介な問題ですね。ここの答えがこんな早く出てくるんで、これ順番通り出てこないでしょ非常に厄介ですね。 だから自分自身はこういうの経験してるから浮かぶけど大変だと思いますあこれ読み方 The2nd of August ですね August って、まあ、イギリス式ですねアメリカだと August2nd っていうふうに順番が逆に書かれますけどねということで4の回答がここまあ一応ここもそうか 7days 借りれる、ね、これとこれも一応情報としては照らし合わせてますよね で次いきます。Using computers. はい、コンピューター出てきました。Computers with internet connections are in the computer workstations by the main entrance on the first floor. って書いてある。はいはいはい、今度出てきましたね。何色にしようか緑いや、消えちゃうから。でも赤にしますね。はい。Computer workstations by the main entrance. というふうに書いてますね。はい、メインエントランスの近くにコンピューターワークステーションがあります。ワークステーションはこう一個1個区切られているところを表しますね。ということでここは簡単でしたね。はい、8番は簡単でした。またコンピューターワークステーションズアールニアーダメインエントランストゥザライブラリー。3番。ただメインエントランスをもう一回使わなきゃいけないので。 それがファーストフロアにあるっていうのはね。あと、オリエンテーションとだって関わってくるわけですから、こいつね。Students may bring their own laptop computers and tablets into the library. はい、library に自分のラップトップコンピューター持ってきていいよ。But may use them only in the study area on the second floor.Study area でだけ使いますよって言ってます。持ってきていいけど。 スタディエリアだけで使えますよ。で、students are asked to work quietly ですね。静かにやってね。and also not to reserve seats for friends フレンズのために席取っといちゃいけないって言われますね。はい。なんで、セーブスイーツはしてはいけない。で、えラップトップをスタディエリアでは使って OK だから、はい、D と E が出てきてますね。なんで、え答えが5、ナンバー5が正解であるっていうのが分かったと思いますね。はい。え、なんで、こいつが1、 1E、ね、で,でここにまあ矛盾点も載ってますから、まあ、矛盾点は私立つけてもつけなくてもどっちでもいいですね答えの根拠になるものをちゃんと見つけましょうはい続いて Library Orientations はい Orientation 出てきましたね On Tuesdays at 10am 20 minute library orientations are held in the reading room on the third floor、ねはい、3rd floor で開かれると言っていますねそうです覚えてますかどこにありましたコンピュータワー,ークステーションメインエントランスはそうですメインエントランスは 1st floor にありました それに対して、はい、この Library Orientations っていうのは 3rdFloor で開かれると書いてますね、はい。この情報を2つ照らし合わせて答えを出せばいいですね。Orientation, Main Entrance。あなたはメインエントランスに行って Orientation に行くって言ってるんだからはいどうすればいいのかって言ったら FirstFloor から 3rdFloor に行けばいいんだから3でしょ。 2つアップするすそう。だから関係ないですからねこれねイギリス英語だろうが、ね、アメリカ英語だろう関係ないじゃん。ファーストフロアからサーダフロアに行くよ2個上がるでしょう1階から3階に行く2階から4階に行くどっちにしろ2個上がるでしょ関係ないですからねイギリス英語アメリカ英語なんてそんなの問わないからでそこで分かんなかったとかって間違えたとかって言ってる人いるんですけど関係ないですから全くそれは全然読めてないだけはいということでしたこれが2番の答えですねまあ、だ回答の根拠がバラッバラなんですよ順番通りに出てこないから非常に厄介です はい。まあ、情報処理に慣れてないと、やっぱこういうとこできないよねっていう感じですね。はい。Talk to the information desk staff for details. ね。詳細に関しては、インフォメーションデスクのスタッフと話しましょう。って で次コメント from the past students,、ah, previous students って書いてましたよね、説問のところでは。だから、あここに出てきたなと思ってください。で、ここからファクトを見つけなきゃいけないですよ。それってあなたの感想ですねはダメですからね。はい、事実を見つけます。The library orientation was really good. よかったよ、オリエンテーションそれってあなたの感想ですよね。 The materials were、well、great too. t materials are かった。それってあなたの感想ですよね。はい。だから、wonderful って書いてますね。handouts って配られるやつのことだから。materials are wonderful だって言ってんだけど、それはあくまであなたの感想ですから、やっぱり正解にはなりません。The study area can get really crowded ですね。コム、study area は。get there as early as possible to get a seat ですね。seat をゲットするためになるべく早く行けよって言ってますね。これ矛盾してますよね。ほら、study area is often empty って書いてますね。crowded になっちゃうって言ってるから、だからこれは矛盾してる。 まあこの辺ね答えにはならないところが出てますね。で、Wi-Fi inside the library is quite slow. 遅いんだ、Wi-Fi がっかり。But the one at the coffee shop next door is good. おいいんですね。こう、next door の coffee shop は。By the way, you cannot bring any drinks into the libraries.Library に drink は持っていけないと書いてあるから、ここも矛盾ですね。答えにならない矛盾もいっぱい。 こ,ね、こ,こ,こんなところにさ1の A の、ね、矛盾点が出てます。The staff at the information desk answered all my questions. Go there if you need any help.Help help は必要だったらそこ行けと。 ね、情報答えてくれてから。Uh, o n the ground floor,、uh, ground floor っていうのがイギリス英語の1階のことです。There are some TVs for watching the library's videos.Library、ね、のビデオを見れる。テレビがあるよ。When watching videos, you need to use your own earphones or h e a d p h o n e s あ、出ましたね。Video、はい、を見るときは、Earphone やヘッドフォンを使わなきゃいけない。Next to the TVs, there are p h o t o c o p i e r s ね、テレビの隣には、フォトコピアーズがありますよ。 っってていう,ふうに言ってます、えー、ということで、ヘッドフォンズが正解っていう感じになりますね。The library is open until 9pm は書いてありましたけど、それは previous s t u d が述べた事実ではないですからね。ヘッドフォンズを使わなきゃいけないっていうのは、この学生が述べた 事実ですからね。でちなみに 1C はフォトコピアーズはセカンドフロアにあるって書いてあったけどグランドフロアに書いてますね。next to the TVs there are photocopiers って書いてあるのでここのグランドフロアにフォトコピアーズがあるってことも分かります。普通はね全部の階にあるんですけどライブラリーなんてね。はい、まあまあまあちっちゃいとこだったらそこにしかないのかもしれないですが。はいということで一応矛盾点も見つければさすごい 数の情報じゃないこれ。めちゃくちゃ使わなきゃいけないですね。ものすごく多くの箇所を使わなきゃいけないんだけど、まあ答えに関係ある箇所だけで言うとこれです。か、ね。答えに関係あるものを探してまあ、これだってさ、引っ掛けだったわけじゃん。オープンスプラ a 8am to 9pm ってね。事実だけどね。それも印つけてったら、引っ掛けも印つけてったら、もう印だらけになっちゃう。でも正確なこの答え合ってますようになるのはこれだけ。半分ぐらい。まあ読まなきゃいけないけど、速度変えていかなきゃいけないよね。 ちょっと大変だったろうなと思いますが、皆様よく頑張りました。大変だったと思う。特に照らし合わせるのね、めんどくさいよね。これ段落を超えて照らし合わせてるしね。だこれが情報処理ってことですから、こういうふうに情報処理をするんだっていうことです。はい。で、共通テストの対策本は出てますので、ぜひそういったね、目の付けどころっていうのを学んでいただければいいんじゃないかと思います。はい。ということでした。ぜひこの動画が良かったらですね。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。そして、クラウドファンディングもお忘れなく。 そではさあ始まりました共通テスト対策講座第3項になりますねはい第3項は第2問の B をやっていきたいと思いますまあこれはね結構標準的なレベルというかそんなに難しくなかったと思います第2問 A がやっぱりね厄介だったと思いますね、はい、ではまず設問チェックしますはい問い1「In terms of the ratio for homes with pets which shows the ranking from highest to lowest the highest ranking country's from to という風に書いてますね。割合ですね。ペットがいる家の割合っていうのがあって。で、それが国のランキングになっていると。で、高いものから低いもの。えつまり、パーセンテージですね。パーセンテージが高いやつから低いやつに並べなさいと言ってます。で、問に。According to David's report, one advantage of having pets is t h a t と言ってますね。はい。David のレポートによると、ペットを持っていることのアドバンテージは何かと言ってますね。 アドバンテージを見つけてやれば OK ですで次がサーベイアンケート調査ですけどそれから分かったことを最もよく反映しているのはどれかと言っています。 で、なんかまあ題名みたいなのとか、誰かが喋ってるやつみたいなですね。点々ついてますね。で、だからこれがはっきり書かれてるわけじゃないんですよ。反映しているものなんで、バッチリそれが書いてあるわけじゃないです。で、この本文に書いてあることから言えるやつを見つけてくるんですね。でもそんなレベル高くないですね。トピックとかだと、ええー、そこまで推測しなきゃいけないの状況を踏まえてっていうのはあるんですけど、そこまで共通テストのはなかったんで、まあ今のところ楽ですね。わかりません。今後もっとも 難しくなる可能性がありますね推測のレベルが上がれば上がるほど問題は難しくなりますだから TOEIC なんかはそうなんですただ共通テストって大学入試に使われてるし問題も公開されてるのでまあそこまで文句言われるような問題にしてくるとは思えないのでまあ今のところまだ大丈夫かなという印象です Which best 日本でペットを持つことに関する意見ですね。デイビッドさんの意見はどれで、まあ、日本っていうのが加わってますね。ペットの話だっていうのは分かってますけど。で、次が最後ですね。タイトルです。タイトルとか用紙ですね。まとめの問題みたいなのは最後に解けばいいですから、全然問題なくいけるでしょう。重要なのはタイトルも用紙もそうなんですけど、全体を通していることですからね。なんかこの部分だけとかっていうのは ダメなんでそこ,を要注意ですこれら全体を通して言えるのは何かをちゃんと分かって答えを出しましょう。 You're the editor of a school English paper. はい。学校の英語の新聞のエディターであると、はい。編集してるわけですね。David, an exchange student from the UK has written an article for the paper. その新聞のために記事を書いてくれたと言ってますね。はい、exchange student ですから、はい。交換留学生のデイビッ d が書いたよ、ね。イギリスから来てる交換留学生のデイビッ d が書いたよと言ってます。Do you like animals? アニマ好き。The UK is known as a nation of animal lovers。ね、はい、be known as なんとかとして知られているってね、はい、としての as ですね。アニマル好きの国として UK は知られていると。Two in five UK homes have pets。ですね。 2 in 5.、ねまあ、この辺重要表現ですね。5つですね。はい。5つの家庭、なんて言うの ?5 個。5つの家庭のうちの2つ。つまり5分の2です。5分の2の家庭がペットを飼っていますよって言すね。まあ、ここ、in が来たりとか、out of なんかもよく来ますね。t out of 5なんて言ったりもします。で、this is lower than in the US。はい。並べるときに、はい。出てきましたね、はい。まず、UK っていうのが5分の2と。で、 で、lower than in the United States と言ってるから、US よりも低いんですね、これはね。UK が、えー、5分の2の家庭で、まあ、つまりもまあ40%ですか、はい。で、US よりは低いと言ってるから、US の方が上なんですね。はい、w e a r e more than half of homes have pets と言いますね。半分以上が持ってるってことは50、50%よりも多いと。 However, Australia has the highest percentage of homes with pets. オーストラリアが一番多いと言ってますから。はい。では、この順じゃ。AU, US, UK ですね。はい。非常に簡単。めちゃめちゃ楽勝じゃないですか。はい。答えの根拠、ここ。Australia, the United States, the UK ですね。United Kingdom 2、e、が正解。これは簡単ですね。非常に楽な問題だったと思ったし。なんだよ、アニマルラバーって イギリスは知られてるんだぜって言ってるのに、この3つのうちで一番下何回みたいなね。まあ、どれも高いが高いですけどね。で、いきます。Why is this so? ですね。なんでこんな高いの ?results of a survey done in Australia give us some answers. ですね。はい。その、オーストラリアで行われたアンケート調査の結果っていうのでわかるよ。それがっていきます。Pet owners mention the following advantages of living with pets.、ね、はい。ペットと住むことのアドバンテージについて述べているよ。The love, happiness and friendship pets give. ね。はい。90%がもう愛。そして幸せ。Friendship を与えてくれる。The feeling of having another family member ですね。はい。別の家族がいる。っていうね。over 60% of dog and cat owners. 60%以上のドッグとキャットを持っている家庭が言ってるよ。まあまあそうですね。それ以外だと、あんまりね、家族っていうところは多くないと思いますワニとかね、トラとか。<laughs> であんまり言わないかもしれないですね。The happy times pets brings. ね。はい。ペットが持ってきてくれる幸せな時間。Most owners spend three to four hours with their far babies every day and around half of all dog and cat owners let their pets sleep with them. ね。はい。3時間から4時間。うん。 過ごしているよ。このファー毛があるベイビーズとね。毎日。で、ドッグとキャットオーナーズの半分が一緒に寝ているよって言ってるので、はい、これで溶けますよね。まず、アドバンテージに関して言えば、you can save money お金 <laughs> どこに節約なんかあったら ?you can sleep longer 長く寝れる ?you will become popular ポピュラーになれる。your life can be more enjoyable はいハッピーって言ってたよね。ほら、happy times pet's bring って言ってましたから。はい、まあ、ここにもハピネスっていうのもあったしね。 これで分かったと思います難しくない。勝手に推測しちゃダメですよ。一緒に寝てるからって言って、あ、長く寝れるんだとかね。あ、そういえば、ペットを動画にすればポピュラーになれる。ペットの様子をツイッターに上げればポピュラーになれるとかね。それはそれであるだろうけども、それはあるだろうけど書いてないですからね。ら私もあ、お金に困って、人気がないよ、どうしようって思って、もしかしたらペットがね、登場するなんてことあるかもしれないですけど、ペットがだから登場したら、あ、こいつ困ってんだなというふうに思ってください。 大丈夫ですこれアレルギーあるんで無理ですねキャットもドックも多分ダメですそれでもねくしゃくしゃとかで、ね、くしゃみして鼻水出して涙流しながら可愛いっつって猫、ね、動画に出してたらこれ相当困ってるんだなと思ってください で、次の3も当てはまるの出てましたよね。The statement that best reflects t e やつね。I feel uncomfortable when I watch TV with my cat. ですね。キャットとテレビ見てたら不快だっつって。いや、だって幸せを与えてくれるって言ってたのに。I spend about three hours with my pet every day. 書いてあったじゃん、これね。推測のレベルでもないや、はい、Most owners spend three to four hours with their far babies every day. この far babies っていうのがペットのことですからね。 まあ猫やね、犬と過ごす人多いですよね。ファーベイビーズと言い換えてますね。まあ、よく出てくる言い換えは、新聞とか読んでも出てね、あ、難関大だったら出てきますよ。えー、猫はフィーラインって言い換えられますね。猫科の動物。で、犬は、 K-9 っていう風に言い換えられますね。犬かの動物。よく出てくる。同じ表現ばっか使うと格好悪いから、キャッツ、キャッツ、キャッツ、ドクドクドクってね。だこういう風に出てきます。次は、More pets like going on car trips.Car trips に行くのが好きで、どこにも出てない。次が、pets need a room of their own。自分たちの部屋がいるなんていうのはどこにも出てません One disadvantage is that pets have to be cared for when owners go away. So say it may be difficult to organize care for them. So they organize the organize 25% of owners take their pets on holidays or road trips. ホリデ a ズ。ああ、そっか。イギリス英語だからね。バケーションですね。バケーションの時に連れて行くよ。で、ロードトリップ。ですから、まあ、車でのね、長旅だったりなんだりにも連れて行くよ。って言います。で、These results suggest that keeping pets is a good thing. ですね。はい、ペットを飼うっていうのはいいことである。まあ、この keeping pets is a good thing みたいな。keeping pets. っていうね、表現はぜひ覚えておいてください。ペットってね、トピック出てくることありますから、英作文で。あとは、普通に長文の問題でもめちゃくちゃよく出てきます。はい、しょっちゅう登場しておりますので。On the other hand, でもね、Since coming to Japan, 日本に来てから、I have seen other problems such as space, time and cost. はい、日本出てきましたよ。はい、日本に来てから問題を見ているよ。スペースとかタイムとかコストの面で。Still, I know people here who are content to living in small flats with pets. フラットなんてめちゃめちゃイギリス英語ですね。はい、アパートメントのことですね。ちっちゃいアパートメントで満足して住んでるっていう人たち見てるよ。Recently, I heard that, 聞いたよ。Little pigs are becoming popular as pets in Japan. 日本ではちっちゃい豚がポピュラーになってきているとか聞いたことないんですけど、本当 ?Some people take their pigs for a walk. 散歩してる。which must be fun. 楽しいだろう家で飼うのは簡単なのかなって言ってるまあでもむずいと思ってるんでしょうね。っていうのがこの「Easy」が「how」に引っ張られて前に出てきてますね。まあ、並べ替え問題とかで重要です。大変じゃないって思うけど見たことないですけど散歩してる人豚を。ありますはい、えー、じゃあ日本のやつで出てきているのはどれ it is not troublesome to keep pets. ペットを買うのはめんどくさくないいやめんどくさいことが書いてありましたよね。時間、スペース、お金ですから。はい。トラボーサムなんですよ、むしろ。です、ね、めんどくさいって言うんです、トラボーサム。カンバーサムとかね、タイヤーサムとか、いろいろありますよ。Stop pets. ね、ペットを飼うのをやめる、出てない。 ペットオーナーズの家族がもっと多いそうですね。はい。これは言えるでしょう。このほら、フュコンテンツ、リング m a l l flats に一緒に住んでるって書いてるもんね。まあ、あとは、ブタさんの方でね、インサイドホームズなんていうのもね、出てきているし、これでわかりますね。家の中で飼っているっていうのがわかるじゃない。こっちが4か。これが4で、ここは3ですね。はい。あとは全体の題名だけやっつけていれば OK です。はい。 タイトルいきましょう。does your pet sleep on your bed? ですね。ベッドで寝るのペットは。一部しか出てきてないじゃん。そのね、寝るところの話はね。だからこういうほんの一部しか出てないものを選んじゃ絶対ダメですよ。内容一致じゃないですからね。合ってるものを選びなさいじゃないですから。What does keeping pets give us? ペットを飼うことが私たちに与えてくれるものは一体何はい、何の問題もないですね、えー。What pet do you have? どのペットを飼っていますか知るか ?Why not keep a pet pig? ペットピック買わないの豚買ったらどう 豚をおすすめしてるまあまあまあ豚の話は出てたけどそれがメイントピックではありませんだからメイントピックずっと一貫してトピックになってるものがタイトルになりますからだから2が正解答えは2とこれは簡単でしたねできないとダメです困りますよねまあペット本当出やすいのでぜひ知っておいてくださいまあ最近はほら猫の方が多くなりましたから飼われてるのね昔は犬の方が多かったんですけどね日本はねぜひともここを押さえておいてくださいはいこの動画良かったら高評価チャンネル登録よろしくお願いしますそしてクラウドファンディングも忘れずに どう始まりました。共通テスト対策講座第4項になりますね。えー、今回は第3問をやっていきたいと思います。まあ、今回の、ね、共通テストリーディングで一番簡単だったのがここじゃないかなと思いますね。S post. <S 興味を持っているどのように日本の文化っていうのが他の国で表されているのか。イギリス人のブロガー、ブログでも最近知らないって人が出てきてるらしいですけどね。若者で知らないんだって。えーって思い けどまあこの問題が一番簡単でしょここにさ説明が書いてあるのもさこのさグリーンティーアイスクリームとか抹茶アイスとかたこ焼き焼き鳥とかいらないじゃんこの情報私たち知ってるじゃん流しそうめんおにぎりこと,とかさ太鼓落語とかさ見なくてもわかるっていうねこれ全くもっていらない情報日本のこと知らない人が見る情報ですこれと1「InEmily's blog you read that she」なんとかエミリーのブログからこれがあなた読み取れるとで次は Emily was most likely なんとか when she was listening to the 落語コメディですね コメディが出てきますでそこで解けばいいですね。はい。まあ、confused, convinced, excited, relaxed ですかどう感じたのかでしょうね。一応こっちも見ておきますか。もうですね。はい。これがわかる。はい。エミディさんは、Enjoy the Japanese Traditional Music を楽しんだ。Learned how to play Japanese drums ね。はい。Japanese d r u m 太鼓ですか。 のプレパタ叩き方を並んだ Larnt ですね。イギリス英語ですね。Made a water slide from bamboo ですね。これでしょうね。流しそうめんの water slide ですね。を作って Was able to try all the 屋台 foods ですね。すべての屋台のフードを試すことができた。食べれたよって言ってます、はい。じゃあ行きましょう。はい。エミリー・サンプソン。Monday the 5th of July, 8pm。 On the first two Sundays in July every year, there is an intercultural event in Winsfield called A Slice of Japan. A Slice of Japan っていう何かしらイベントがあるんですね. The Interculture ですからね. UK と日本の文化の融合なんでしょうかね. I had a chance to get, go there yesterday. It is definitely worth visiting.、はい、よく使いますね。worth visiting ですね。行く価値のあるものですね。There were many authentic food stands called 屋台。はい、屋台って本物の authentic ですね。authentic food とかってよく言います。で屋台。Hands-on activities Hands。Hands-on っていうのは実際それやってみるっていう、体験できるっていうやつです。まあ、これトイックでよく出ます。and some great performances.、ね、パフォーマンスがあったと。The、屋台 served green tea ice cream, たこ焼き and 焼き鳥。 I tried green tea ice cream and takoyaki The takoyaki was especially delicious. Takoyaki 美味しかったって。You should try some. って言ってんで、ね、焼き鳥トライしてないので、全部はトライしてないですね。ーーいが矛盾してるはい、第2弾の I saw three performances.3 つのパフォーマンス見たと。One of them was a 落語コメディ。あ、落語出ましたよ。A、given in English. 英語でやってたんですね。Some people were laughing, but somehow I didn't find it funny. 面白いと思わんかったよ。 It may be because I don't know much about Japanese culture. 日本文化について知らなかったからだろう。For me, the other two, the taiko and the koto were the highlights. あ、ハイライ s 目玉みたいですね。まあ、まさにハイライトしてるじゃないですか。これ今ね、強調させてるじゃないですか。そうだ、目立つもののことなんですよ。The taiko were powerful and the koto was relaxing. はい、ということで、みんな笑ってるけど、落語わからんかった。はい、c ンフィュー e とか正解ですねさ。面白いと思わなかった。はい、納得したとかね、全然関係ない。で、まあ、これ、あと、太鼓、演奏してないですね。え、ただ、楽しんでますから、はい、太鼓と、あと、これか、ことですね。こと聞いてますので、はい、これ1が正解だ。1、1です。もう、これで答え出ちゃいますからね。太鼓ととですね。はい。 めちゃくちゃ近いじゃんね、答えの根拠は、ね、もう2と1。もうこの1段落で全部出るんですよ。めちゃめちゃ簡単な問題ですよ、だからこれ。まあ一応最後まで読みますけどね。はい。I attended a workshop and a cultural experience, which were fun. ですね。はい、ワークショップ出たと。i n the workshop, I learned how to make o n i おにぎりで、ね。おにぎりの作り方でしたら太鼓とかのやり方は学んでないです。Oddhough the shape of the one I made was a little odd. ですね。自分の作ったおにぎりの形は変だ。strange ですね。o i t tasted good. はい、味は良かったよ。 Was really interesting. はい、流しそうめんやったんです、ね、ていると言っていました。それは私たちの話を聞いていすね。知ってるでしょあなた。ししかも皆さんがすでに知ってる情報っていうね話 It was very difficult to catch them.、ねはい、If you want to experience a slice of Japan, this festival is for you. です、ねはい、日本のあ、スライスって別にカットしてるわけじゃないので、一部って言うんですね。はい、日本の一部を経験したい。This festival is for you. I take a picture of the flyer. Check it out. Flyer、ねはい、って宣伝のやつですね、はい。で、それがここだってことですねで、はい。皆さんは見るまでもないです。日本の文化知ってますから。 続いて 3b 行きましょう。you enjoy outdoor sports and have found an interesting story in the mountain climbing magazine. ですね。はい。mountain climbing magazine を見た。そこに載ってる情報。attempting the three peaks challenge って言いますね。three peaks challenge っていうのがあるんだですね。by John Highland. ハイランドっていう人なんだ。が書いてると。はい。で、説問見ましょう。put the following events 1 through 4 into the order they happened. はい。起こった順に並べましょうと言っています。で、これはちゃんと先に見とかなきゃいけないですね。だって順番バラバラに出てくるわけです。 からでラッキーですね今回4つあって選択肢も4つですからだからこれ間違ってることは起こらないですからこれがだから4つで選択肢が5つとかだったら1個使わないわけじゃないですかそれと比べたら楽ですねはい1 all members reach the top of the highest mountain in scotland です、ね、スコットランドの一番高い山に 到達してます盗聴してまます、すね。で、別にオールなのかなメンバーズが全員じゃないんじゃないのとかって考える必要ないわけですね。これ内容一致じゃないんだから、必ず起こることですね。で、次、some members gave up climbing snowden って書いてるから、はい、give up するよ。そして、snowden っていうのが出てくると。まあ、山の名前ですね。だから。次、The group traveled by minibus to Wales。ね、はい、バスでウェールズに行くと。 Travel のスペルがこれ L2 つだイギリススペルですねなんでこんなわざわざイギリススペルにするんでしょうねもう全部イギリス英語できてる次、ナンバー4 The team members help to find the writer's phone ですね。はい 電話見つけてますねっていう4つのイベントを頭の中にこうイメージしてください。でこれ全然難しくないですからね。次。What was the reason for being behind schedule when they completed the scaffold pike? ですね。はい。スカフォルパイクをま登、あ、り終えた時になんか遅れちゃってたんですね。その理由は何次。From this story, you learned that the writer. はい。ライターはこうだって言ってます。はい。では、これまあ内容1問題ですね。Writer はどうなのか。 didn't feel a sense of satisfaction. 満足してない。reach e d the top of all three mountains. はい、三つの山の、全部の頂上に到達した。successfully completed the time challenge.、ね、タイムチャレンジを成功しました。was the second driver up the minibus. ね、ミニバスのドライバーだった。 Hi let's take a look. Last September, a team of 12 of us 12 team. 10 climbers and 2 minibus drivers participated in the Three Peaks Challenge. There minibus drivers and 10 climbers. Which is well known for its difficulty. Be known for something. It's known for Among climbers in Britain. It's known that it's difficult in Britain. The goal is to climb the highest mountain in Scotland, Ben Navis. In England, Scaffold Pike. And in Wales, Snowdon. within 24 hours, including approximately 10 hours of driving between the mountains. って書いてるので、この3つの山を全部登るんですね。で、ベンネイビスっていうのがスコットランドにあると。で、スカフォルパイクっていうのがイングランド。で、スノーデンがウェールズにあると。 はい。だこれを24時間以内に全部登頂すると。1344、977、1085メートルと。そんなチャレンジがあると。何のために。で、しかもだって、10時間はドライビングなんですよ。だから残りの14時間で3つの山を登んなきゃいけないというですね。approximately およそ約という意味です。これでわかるじゃんいろんなことがあって思うんですけどね。そう、順番。あそうでしょう絶対にこう行くか、こう行くかでしょう上から下に行くか、下から上に行くかのどっちかじゃん。 こんなの変な生き方しないでしょう。to prepare for this we trained for on o prepare we and off. ああ、だからいろいろ断続的にトレーニングしてたと。For several months.And plant the root carefully.Archallenge、ね、はいそしてルートを考えたわけですね何か月 will start at the foot of Ben Nevis and finish at the foot of Snowden と言ってるから、こっちですね、Ben Nevis から行くって言ってますんで。Ben Nevis から行って、s c a f f l e Pike 行って、

I had dropped my phone. ですね。はい、フォン落としちゃった。Fortunately, l u c k なことに、I found it with the help of the team. チームのおかげで見つかった。But we lost 15 minutes. はい、15分無駄にしちゃったよって言ってます。なんで、え順番を見ていくと、最初に、ベン・ネベスですね。スコットランドの登庁しました。これ、まあ一応、ほら、情報を照らし合わせてますね。このベン・ネベスがスコットランドであるっていう。だから一応、照らし合わせ問題なんで、ではまあ、めんどくさいは面倒くさいですね。このベン・ネベスっていうの それがこうやって情報を照らし合わせてるわけじゃないですか123とね面倒ですねで帰りに「drop my phone」だけどそれを見つけたと言ってますからはい違って4かな14ですねはいでスノーデント・ウェ l ルズ考えた場合にどう考えたってバスで移動してからスライムが始まるじゃないですか だからもうわかってるようなもんなんですよ、この答えね。We reached our next destination, はい、次の目的地行きたいよ、スカフォルパイク、that evening で、a fter six hours of rest in the minibus, はい、ミニバスで休んだんですね。We started our second climb full of energy, はい、エネルギー、満タンで行くと。As it got darker though, はい、どう、副詞で使いますからね、えー。暗くなってきて、we had to slow dance, ね、はい、だ、暗かったから、スローダウンしなきゃいけなかったよって言ってます。It took four and a half hours to complete scaffold pike. なっちゃったはいだからこれ暗くなってきたからゆっくり行かなきゃいけなかったんですよ。「予定より長くかかっちゃって」And time was out. ね「はい、もう時間がない状況になってるよ」 って言ってるわけですよ。でこれで、スカフォーパイクで時間かかっちゃったりは、It took longer than planned to reach the top of Ben Nevis. Ben Nevis 関係ないです。It was difficult to make good progress in the dark, そ、so, う暗い中で良い進み、good progress ね。進捗状況がいいってことは、うまく進んでいけなかったよってことです。The climbers took a rest in order to save energy.The 休んだののはミニバスの中で、the、team had to wait until the conditions improved. 待ってたなんて言ってないですね。slow down したと言ってるだけです。 印や,や,やここししくこっち丸しておきますか However, because the traffic was light, はい traffic が良かった we were right on schedule when we started our final climb. そうでででですすすすねねだかかかかからスノードンのとところににはトラフィックが少ななっったたたおかげですぐに行けたんんよ渋滞 Now we felt more confident we could complete the challenge within the time limit. ここここれ終わわららすすすすととででででででできるるるぞっっっててていいいいうふうううににみんなな思ったと自信満々ですでグルルーープはははい、ミニバスでウェルズまで行ってま行から3がここに来るわけですねでも Gabe climbing up snowden のは出てくるの出く間違いない ないのでだから1432が正解ですねはい、はい、できましたかそんな難くないです はい、で最後の段落。u n f o r t u n a t e l y soon after we started the final climb,、ね、soon after, after, to soon 相性がいいんですよ。it began to rain heavily and we had to slow down again.It ですね。はい、い雨が降っっっててききゆっくりにならなきゃいけなゃけかった。It、was slippery, 滑りやすい a n d very difficult to see ahead.After ですね。前を見るのが難しい。3 0 a.m., we realized that we could no longer finish in 24 hours. あもう24時間で終わらせられないってことに気づいたと。 Nevertheless, we were still determined to climb the final mountain. 頑張ってやるんだっていう風になってた。The rain got heavier and heavier. って、ね、早めがどんどん強くなっていった。strong って使わないでね。日本語は strong だけど英語は heavy ですからね。And two members of the team decided to return to the minibus. だから、ミニバスに戻ってますね。やっぱりこうに出てきたじゃないですか。 Exhausted miserable and、ね、もうめっちゃ疲れて、みじめ。The rest of us were also ready to go back down.But も、ね、もうだめだもうだ、ね、準備できと、But、then the sky cleared.And、ね、we saw that we were really close to the top of the mountain.Suddenly,、ね、もう近いこととが分かった、Suddenly、we were no longer tired. もう疲れてない。 Even though we weren't successful with the time challenge, we were successful with the climb challenge. ね、はい。だから、登ることはできた。だから、時間は間に合わなかった。でも、登ることはできたんだよ。We have done it. やった。What a feeling that was. ね、はい。強調してますね。こう、簡単文ってやってますね。はい。ということでえ、分かったことは、the sense of satisfaction を感じてますね。やったぜって言ってます。Reach e d the top of all three mountains. そうです。3つとも成功してます。ちゃんと到達してますね。なんで、これが正解です。c l i m b challenge は成功してるわけですよ。はい。 Completed the time challenge. タイムチャレンジは失敗してますね。で、What's the second driver of the minibus? ミニバスドライバーしてるなんて書いてますね。はい、これは楽勝だったと思います、ね、で、これ時々あるやつなんですけど、矛盾点っていうかさ、このさ、タイムチャレンジに成功したってさ、いうのは、もし正解だったらさ、2は自動的に正解になるじゃん。ね、論理的に考えて。だってタイムチャレンジに成功したってことは、オース Three m o u n に登ってるってことですから。だから3って最初から正解にならないですこれ3選んだ人めちゃくちゃいっぱいいたんですけど、3は論理的に考えて絶対正解になる。 3が正正解解だだっっったららら2はは自動的に正解になななちちゃゃうからだからねこんん選択肢作っちゃダメなんです本当は僕が問題チェックするときね、言うんですよ。問題作った作成者に。だってこれが正解になったらこれも自動的に正解になるってことはさ、これもう正解にならないと決まっちゃうじゃんってよく言うんですよ。これトイックの参考書とか作るとき。やっちゃってるよ、共通テストが。3やんじゃってすごく多かったんですけど、答えは2です。ということでした。厄介に感じた人いるかもしれないですけど、第3問が一番簡単でした。2022年は。ぜひね、えこの動画が良かったらですね、はい、高評価、チャンネル登録、そして、 クラウドファンディングも忘れずによろしくお願いします。 コーダーさあ始まりました。今日の対策講座英語リーディングですね。はい、今回第5項になりますね。第4問を扱おうと思いますね。まあ第4問が一番難しかったという声が多かったですし、実際ね間違えたっていう人も非常に多かったところですので出てきてる単語は全然難しくない。難しくないけれども答え正当にたどり着くのが非常に面倒くさい。でしかもどうやって回答にたどり着いたらいいのかが分かんないって声も多かったですね。勘違いしたまま読み進めた人いっぱい。 勘違いしてたけど正解しちゃったとかっていうのも出たとこなんですよ。それぐらいですね、解いてる側は何をしたらいいのかよく分かんなかったとこなんですね。情報処理って言ったら、まあ、トイックっていうのがあるんですけど、トイック非常に有名なんですけど、トイックよりもレベルの高い問題になります。照らし合わせですねこんな照らし合わせの仕方、トイックじゃしないでしょっていうのがね出てきているので、まあ、その辺のことをねきちんと解説していきたいと思います。はい、それではまずね、見てみましょうね。はい、状況があります。You're a new student at Robinson University in the US.You're reading the book. これですね今までの肩書き的なやつ使わなくてよかったんですけど別に状況が分かってはいはいはいみたいな感じでね分かりゃよかったんですけど今回もうこれバッチリ使うじゃないですかここに書いてあることがヒントになって正解を選ぶっていうのになっているのでとっても厄介です はい、ロビンソン・ユニバーシティの新しい学生なんですよ。で、ブログを読んでると。二人の学生の、レンとシンディの。で、どこで自分のアパートメントのためのね、物が買えるのかっていうのを分かろうとして読んでるわけですね。はい、その状況をまず頭に思い浮かべてください。では、説明いきます。複数文章を照らし合わせる厄介なやつですよ。l e recommends buying used goods because 中古を勧めている理由は一体何か。まあ、レンのところで答えを出せばいいってわかります。で、シンディ s u g g e s t buying ですね。シンディがこれを買うように、 進めてますよこっから買う。で、新しいアイテムを買う。used items ね。中古を買うとかっていうのが書かれてます。これまあね、両方とも recommenderNG とか suggestorNG って大事なやつなんですけどね。で、次は both Len and Cindy recommend that you. ね。はい、recommend that って言って、今回 both Len and Cindy って書いてありますから、はい、2つの文章を照らし合わせないといけないですね。はい。複数の情報を照らし合わせるという厄介なやつです。はい、で、4番。 If you want to buy new appliances at the best possible prices, you should. 最上級とパ l ボって相性いいですかね、まあ。ちなみに The best prices possible って言って語順が変わっても大丈夫ですで。最もいい値段でこの新しいですね。電化製品。まあアプライエンスね、装置とか覚えてる人も多いと思うんですけど、まあ、日常生活でこういうふうに電化製品の時によく使います。だからトイックで出てくる時も電化製品ですね。アプライアンスは。一番いい値段で買いたかったらどうすればいいのかです、ねまあ。つまり一番安いですね。はい。最も安い値段の場合はどうすればいいのか。 どこにアクセスするのか、どこにコンタクトするのかですね。で、次は、You have decided to buy microwave. はい、マイクロウェーブを買おうと思いました。because it is the cheapest 安いから、はい、条件ですね。一番安いマイクロウェーブを探しに行きますね。電子レンジ。You have also decided to buy a television from, it is the cheapest with a five year warranty. って書いてますから、はい、安くてテレビジョンを買いますけど、で、ただ、 5年保証ついてなきゃいけないですから、5年の保証がついてて最も安いものを探しに行きます。Choose one for each box from options one through four って,って、えー、この買う場所が書いてありますので、はい、こういうね、条件を見つけていくんですよ。マイクロウェーブの一番安いもの、そしてテレビジョンの5年保証付きの一番安いものを探しに行きます。さあ、それでは行きましょう。 でこれねまあネイティブもいっぱい間違えたしね「<laughs> newto robinson university ね」ね新しい newto ですからねはい答えに関係ないですから速度変えて読むんでしたね関係ないところは早く Len が書いただけ分かればいいですからね Getting ready for college, hi college. Do you need some home appliances or electronics? No, I think I still. But don't want to spend too much money. There's a great store close to the university called the Second Hand. ですね。Second Handっていういいところがあるよってね, ですね。<laughs> It sells used goods such as televisions, vacuum cleaners, and microwaves. Hi,出てきましたね. A lot of students like to buy and sell their things at the store. store.そこで買ったり売ったりする. が好きだよって言って、Here are some items that are on sale now.Most of them are priced very reasonably.、ね、ものすごく安く、ね、値段になってっ But stock is limited, so hurry! ストックですね。在庫は限られてるから急ぎましょうって言ってます。で、ここにいろんなね、商品が書いてあるんですけど、まあ後々この値段たちはね、重要になってくるんですが、まあこれだから読んでたらすごいもったいないです。こフトは 50, IN。なんだ IN ってインドとかね、違います。これインチですからね。はい、インチズのことですし、1.1CU とかね、なにこれ CU ってどうとかね。 思っちゃダメですこの cu っていうのは cubic ですねこれ c u b i c f e e ーとか分かんないじゃないですかこのね wid 幅とか length h これもそうだよね d とかさ depth 奥行きとかさこんなのさ分かんなくてもいいわけですよ全然答えに関係ないからだからそういう広告なんてものは一個一個一生懸命読んじゃいけないんですよ。 t h e purchasing used goods i s eco-friendly. あ、ah, used goods に関しての出てきましたよ。レンの喋ってるの。Plus,、uh, by buying from second hand, you'll be supporting a local business. はい、ローカルビジネスをサポートするとか、eco-friendly とか出てきましたね。The owner is actually a graduate of Robinson University.Robinson University の卒業生ですよって言ってます。はい。Uh, used goods を買うことっていうのは、will help the university.University university を助けるのって言ってないね。 環境にほとんどのアイテムがいいなんてどこにも書いてなかったですね。They are affordable for 安い。問題ないですね。You can find what you need in a hurry. 必要なものを早く見つけられるじゃないです。商品が限られてるから早く見つけなさいでしたね。はい、ということで。この辺ですね。はい、お金を使いたくないほとんどの製品は安いよっていうこの辺ですね。この辺が 1> 1問目の回答公になるところですで下のやつはね引っ掛けでしたね。most of them とかね、この辺、most of 使って引っ掛けてるわけじゃないですか。で、1、e、個 friendly とか使ってね、引っ掛けてるわけですよ。でもこういうふうに答えに関係ないとかがいっぱいある。で、どれが正解になるかね、いっぱい読まないと分かんないっていうね、非常にめんどくさいです。 Welcome to Robinson University, posted by Cindy at 11:21 am on August 5th, 2021. Are you starting at Robinson University soon? You may be preparing to buy some household appliances or electronics for your new life. You're going to be here for 4 years. So buy your goods buy new、ねはい、物を新しく買いなさい。新しい商品を買いなさい。b y、ね、なんとかニューって言えるんですよ。これまあ、そうね、4年間いるんだからって、ね。まあ、ま,あまあ5年いる人も6年いる人もいたりするけどね。In my first year first 最初の時、I bought all of my appliances at a shop selling used goods near the university.University、ね、の近くのところで中古品買った。おさっきのとこかな。 because they were cheaper than brand new ones、ね、はい、新しいのより安いから however, some of them stopped working after just one month はい、1ヶ月でもう動かなくなっちゃったよ and they did not have warranties、ねはい、ワランティーは保証ですね保証がなかったよだか壊れた時に無料で修理してくれるとかっていうのがワランティーですねまあ、私も家電製品売ってましたからアルバイトでねこのワランティーですね保証はお付けしますかみたいないつもやってました で、I had to replace them quickly ですね。すぐに交換しなきゃいけなかった。And could not shop around ですね。こう買って回ることなんかできない。これがいいかな、あれがいいかなとかってできなかったと。So I just bought everything from one big chain store ですね。はい、一つのね、大きいチェーンのストアでね、買ったよって言ってま I wish I had been able to compare the prices at two or more shops beforehand. ねもうあらかじめ比べることができたら良かったのにって言ってるわけですね。はいウッシイヘアで過去のこと言ってます。あ比べられたら良かったのにな。みたいなね。はい、シンディは一体何をおすすめしているかですね。どういうのを買うのか。From a single big chain store because it saves time。まあ、彼女自身はそうやってやったんですよ。時間がなかったからね。でも比べたかったなって言ってますよね。From the website because it offers the best prices ね。ねはいウェブサイトから買いなさいなんて言ってないですね。New items that have warranties for replacement。はい、これですね。はい、保証のついている新しい ものの方がいいよって言ってて言ました used items はいこれ間違ってますね used じゃないです。because they are much cheaper than new items.new items, new items のよりずっと安いからはいダメ。これはできなければですね。ちゃんとね保証がついてるものの方がいいんです。で続きを見ると The website called safe com. s a f e f o r u n i s t u c o m すごい名前だな For っていうのが4になってる。is very useful for comparing the prices of items from different stores before you go shopping. です、ね、ショッピングに行く前にプライスを比べることができるよ。 はい、3つのビッグストアーズの人気のものって言って、さあ、いよいよ買うものをね、比べていかなきゃいけないです。で、こっちは新しい商品ですよ。ニューアイテムですからね。これ忘れないでください。さっきのレンが出していたのは全部中古品ですからね。で新しい商品でいいもの、一番安いものを探そうと思ったら、このウェブサイトに行けばいいので、だからニューアプライアンスを 一番安く探すんだったら、シンディのポストの URL にアクセスすることがいいですね。レンは中古品だし、ビッグチェーンストアは値段比べられないですね。Contact Shops Closed to the Campus。キャンパスに近いの。これ中古品屋のお店のことでしょうね。ということで1が正解。 さあ勝負はいよいよここからです。照らし合わせバトルの始まりです。複数の情報を照らし合わせて戦わなきゃいけません。はい、いきます。覚えてますか一番安いマイクロウェーブ。そして、ワランティーがついている安いテレビでしたよね。5年保証のね。はい、ということで。 見ましょう。note warranties for that warrant items are available for all、items. はい、ワランティーはついてます。保証自体はこいつらについてるよてて so If anything stops working, replacing it will be straightforward. streetforward Straight 簡単だって意味ですね。昔の辞書とかだとさ、イギリス英語って載ってんですけど、いや、全然普通に使えますね。簡単です。Easy の意味です。Value Saver provides one year warranties on all household goods for free.Value、ね、はい、Saver っていうのはこれは free の warranty がつくよって言ってますね。はい、無料の保証がついてるよって言ってます。で、If the item はい4年さらに延長されますって言ってますね300ドル以上だったらはい差の場合ですよこれね普通の1年のウォランティーがついてプラス4ですから足して5年ですだから300ドルをテレビジョン超えてますねだこれが5年保証ついてます ということですよテレビいただきますね。The great buy provides one year warranties on all household goods and students with proof of enrollment at school get 10% off the prices listed on the table above. って書いてますね。はい。この条件めんどくさいね。はい。Great buy は1年の保証がついてると。で、students であればちゃんとそこの学校行ってるよっていうのがあれば10%の割引がつきますと言ってます。つまり最初のところにあっ The you are new student at Robinson University Robinson student are a new at っていうのを使って10%オフで計算しなきゃいけないんですよ。まあ大変。Great Buy はあなた全部10%オフなんですよ。それで計算しないといけないからね。だからマイクロウェイブかテレビジョンですね。いいですか関係ないところを見ようとしないでね。テレビジョンに関しては295、まあ29ドルぐらい割引になるわけです。ただし5年保証ついてないですか ?1 年しかついてないからね。で、こっち、マイクロウェイブは90が 9ドル割引されますから、81ドルになりますね。81ドルになるんですよ。で、こっち見てみると、85ドルですね。そう、だから表に載ってる数値だけ見たら、こっちの方が安いんですよ、マイクロウェーブ。セカンドハンドの方がね。でも、学割を使えば、こっちの方が安くなるんですよ。だから、マイクロウェーブは、ほら。 これよりもこれよりもあれよりも安いんだから、81ドルになる Great Buy が正解になるわけですね。うわ超厄介だ。めちゃめちゃ難しいよ、これ。だこの表だけ見て、カットプライスを選んだ人たちもいたし、こっちと比べて、ああ、これだって言って、セカンドハンドを選んだ人も多かったです。 でも、ちゃんと、スティーデントであるっていう情報を使うっていうのがポイントだったわけですね。はい。でもね、セカンドハンドの方を見ないで、ここだけ見て答えを出したやつもいましたね、結局ね。あ、ニューステューデントだから10%引きだったこれが正解だって言ってね、向こうを見ることもせずに正解を選んだ人もいたので、まあ、それぐらいみんながどうやってやんの、これってなったところなんですよ。で、次は、warranties at cut price are not provided for free. カットプライスの保証っていうのは無料じゃないよって言ってます。You have to pay $10 per item for a 5 year warranty って言いますね。はい。5年保証には10ドル払わなきゃいけないって言ってます。だからカットプライスの方を見ると5年保証には10ドル払うのでプラス10ドル310ドルになりますね。ということで310と305を比べた場合に5年保証がついて安いな。 バーユーセイバーです。はい。いいですね。値段だけ見てて、グレートバイとか選ばないね。5年保証ついてないですからね。面倒はい。ということで、バーユーセイバーということで、2、4という風になりました。うーわ。そう、トイックってね、数値の計算出ないので、だからこれトイックより厄介なんですよ、これ。で、あとは両方が言ってることを探しゃいいんですが、はい。t h i n g s Thanks, go fast. ですね。もうすぐ売れちゃうよって言ってますね。商品はすぐ売れる。Don't wait or you'll miss out. ですね。待つんじゃない。さもないと、ミスしちゃうよ。買えないよって言ってるんで、いましたよね。 急げって。えー、覚えてないですか覚えてるわけないか。<laughs> うん、もうめっちゃ前。ほら、stock is limited, so hurry. って、同じこと言ってますね、これね。ということで、ここが共通してる <laughs> 部分だったんですよ。最後まで読まないとわかんなくて、シンディの最後の方まで読まなきゃいけなくて、で、レンの序盤に出てくるとか、もうひどいよね、この問題ね。はい、buy from the store near your university。それはレンさんだけが言ってますね。はい、buy your appliances as soon as you can ですね。すぐに買いなさい。はい。

ま、学割が使えるのは一部の店ですね。チュー s テイア items with warranties. ね、warranties のついているのを選びなさいっていうのは、これはシンディーが言ってるわけですね。で、このレンだけが言ってるやつ、シンディーだけが言ってるやつとか選んじゃダメです。両方が言ってるのを探さなきゃいけないんで、はい、これが、情報処理というわけです。はい、めちゃめちゃ難しかったと思います。非常に厄介だったと思いますが、まあ、これをね、楽しめるといいんですけど、楽しめないよね。ただ、まあ、このやり方っていうの分かったと思うので、ぜひね、本番で出てきたら、こうやって解くんだっていうのを思って戦ってください。これが さあ追試験だとめっちゃ優しいんだよねこの大門4ねなんだこれって思ったんですけどはい是非ね照らし合わせに行くんだっていう意識を持って解いてくださいだから私がトイックを簡単に解けるのはそういう理由なんですよ、ね、照らし合わせるんだっていう意識を持って臨むからですねということでしたが、はい、この動画良かったら高評価チャンネル登録そしてクラウドファンディングも忘れずに とうこで始まりました拒絶テスト英語リーディング対策講座第6項になりますねいよいよ長ったらしい長文に行きたいと思いますがまあレベルは全然高くないです外語文第6問苦手だっていう人もいるんですけどもそこは苦手だっていう人はまだまだ全然読む力が足りないと思ってくださいこの第5問や第6問っていうのは大した情報処理もないのでそんな難しくありませんただ引っ掛けようとしてきますそこだけ厄介ですその引っ掛けに引っかからないことが大事ですそうで文章のレベルは低い分 <laughs> 引っ掛けが厄介 っていうわけですよ。まあ本当にね、いやらしいなと思いますよ。ね、難しい語句とかさ、文法を問わない代わりに、ね、厄介な引っ掛けを入れてくるっていう形になってます。はい、行きましょう、はい。まず状況です。In your English class, you will give a presentation about a great inventor. ですね。はい、すごい発明家についてね、英語の授業でプレゼンテーションすると。You found the following article and prepared notes for your presentation. ですね。下の記事を見つけて、プレゼンテーションのメモを準備したっていきます。で、これがプレゼンテーションのノーツ。 メモになりますねこれ読んじゃうとさ、まあ、ネタバレみたいな感じで嫌なんですけどこっちで全体像をつかんどいた方が何をしなきゃいけないのかがすぐ分かるので見ておきましょう。ファイロ・テイラー・ファンズ・ウォースっていう人ですね。この時に生きた人なんですね。で、アーリー・デイズにこれがあるので、まあ、31、32はここで解くと。 でああちなみにこれね、まあ、後で説問に出てきますけど、ここは副題ですね。副題なんで、まあ、最初のあたりで解いてもいいし、最後まで読んでから解いても構いません。で、sequence of key events、重要なイベントの並びが書いてあります。で、途中が、まあ、ヒント出てません、ね。f ァンズウ e r ル successfully sent his first image、ね。最初のイメージを送ることができた。どういうことなんだろう で次は LCA took f a n s w o r t h to court ですね。コートに連れてくってことは訴えるってことですので、裁判ですね。この辺のちゃんと見ててね。outcome 結果、f a n s w o r t h won the patent battle against r c a thanks to って言って言うんで、もうここでほらネタバレしてるじゃないですか。f a n s w o r t h は勝つんですよ、この。 アウトイエイトの裁判で。で、これのおかげでって言ってます。で、アチチメンツアンドレクギニッシングやったことと、そしてみんなに認められたことですね。功績的なものですね。Fernsworth had about 300 patents 300も特許持ってんの、すごいね。Time Magazine listed him as one of the century's most important figures. え、フィギュア、人物ですね、この場合はね。で最も重要な人の一人として、彼をリストに入れてるわけですよね。っていう功績が出てくると。まあ、これ順番通りに出てくるんで、全然難しくないです。 which is the best subtitle for your presentations? Which choose the best two options for 31 and 32. Complete early dates. The order does not matter. 順番逆で入れてもいいけど、はい、二つのことは一体どれそこで解けばいいですね。じその後に、Choose four out of the five events, one to refive in the order they happen to complete sequence of key events。はい、四つあって選択肢5つですから、引っ掛け1個言いますよ。これ厄介ですね。はい。注意してくださいね。で、Choose the best option for to complete outcome ですから、はい、結果のとこですね。The choose the best option for なんとか to complete achievements and recognition ですからまあそこが出てきたときに解けばいいですね。 ではまずイントロのパララフいきましょう。Who invented television?、ね、テレビジョン作ったの誰 ?It is not an easy question to answer. で簡単な question じゃないよ答えるのは。タフコ文とかって言われるやつですけどね。In the early years of the 20th century, there was something called the mechanical television system, but it was not a success.20、はい、世紀の初めに、メカニカル television system っていうのがあったんだって。でもそれはうまくいかなかった。 Inventors were also competing to develop an electronic television system, electronic television system. Which later became the basis of what we have today. In the U.S, there was a battle over the patent for the electronic television system. はい、エレクトロニックテレビジョンシステムに関してのバトルがあったと。パーンですから、特許ですね。特許をめぐってバトルがあったと。で、これは読まなくてもわかってるわけですよ。この人、ファンズ・ワースさんが RCA と喧嘩するんだで、そんで勝つんだって、もう見ててわかってるから。で、which attracted people's attention?、ね、人々の注目を聞いた。because it was between a young man and a giant corporation。はい、その若者というのが、まあ、若いファンズ・ワースで、ジャンツ・コープレーションっていうのが RCA だっていうのがわかっています。 This patent would give the inventor the official right to be the only person to develop, use, or sell the system. はい、このパテントっていうのが、インベンターズからその、ね、発明家に公式な権利を与えた。唯一の人ですよ。開発発展させて使って売っていいっていうですね。だから特許を取ったってことです。多分最初にオチが書いてありますね。ではまあ、副題はここで解いてもいいんですけど、まあ一応最後まで読んで解きます。で、ファイテイラー・フンズ・ー 1906. はい、1906年に生まれたと言って、はい、いよいよここから始まりますね。若かった頃の話ですよ。 なんで、えー、こっち行くんだなって分からんので、まあ、見ておきますね。はい、1、bought a generator to provide his family with electricity. はい、provide 人 with 物。generator ーー、知ってますかねこの電気発生させる機械ですね。っていうのを買ったよ。家族に電気を与えるためにね。はい、次、built a log cabin that had electricity with the help of his father.electricity、電気がある丸太小屋を作ったよ。父親の help を借りてね。父親の手伝いを借りて。 Enjoy the reading books on every on j books b s u 学校のすべての教科についての本ですね。についての本を読むのを楽しんだ。Enjoy ing.4:Fixed、ね、and improved household equipment for his family. 家族のために家で使う装置。 を直してそして、てそより良次、Got the idea for an electronic television system while working in a field ですね。フィールドでなんか仕事してるときにテレビジョンシステム、エレクトロニックテレビジョンのアイディアを得ましたって言ってます。さあ、見ましょう。 彼は彼の家に持っていなかったのですが、12歳まで電気なかったん a machine that produces electricity. です、ね。はい、説明して,くれてますね、ね。新しい家に行ったら、ターがあったわけですね。ね

He would often repair the older generator and even change his mother's hand-powered washing machine into an electricity-powered one. 出ましたね。はい。ウッドフンよく何々した。r e p a i r はい。直した。old generator.And the hand-powered washing machine ですね。手でやってる washing machine を electricity-powered の washing machine に変えた。Change A into B ですね。はい。ということで、これが1個目。はい。f i x r e p a i r い d 1個ですね。Improved household equipment for his family. って書いてあるので、これ正解。 ちゃんと言い換えられてますね。Equipment って言い換えてるじゃん。ワシマシンをね。はい、ということで,で、ここが2の4ですね。はい。One day, while working in his father's potato field, potato field ですかジャガイモの畑ですね。He looked behind him and saw all the three parallel roads of soil that he had made. で,す、ねで、こうやって耕してたんでしょうけどう、こうやって行った時に後ろに広がってたわけですね。 こういう線が見えたわけですよ。で、suddenly it occurred to him that it might be possible to create an electronic image on the screen using parallel lines just like the rows in the field. ですね。はい、フィールドのように、あこういうふうにやれば映像ってできんじゃねえのって思ったわけですよ。こういうね、線で映像っていうのはね、できてる。それを思いついたんですよ。はい、occurred to him、ね、重要表現ですね。こうだと浮かぶ。これ、いっとざっとですよ。いっとイコールざっといかですけど、はい、彼にこういうアイディアが浮かんだ。 オカルの他にもストライクも言い行かれますねだから、イッストラックヘンダートでも大丈夫ですね。はい、ということで、ここが、I、はい、got the idea for an electronic television system while working in a field。そうですね、ポテトフィールドでやってた時ですから、これが正解だからここは4、5が正解です。31、32は。ただ、純不動ですので、どちらでも大丈夫。はい、これが2のこと。 In 1922, during the spring semester of his first year at high school, high schoolの最初の年, he presented this idea to his chemistry teacher, Justin Tolman, and asked for advice about his concept of an electronic television system. television With sketches and diagrams on blackboards, showed the teacher how it might be accomplished and Toman encouraged him to develop his ideas でこんな風に成功できんじゃないのっていうのを見せてトーマンはああやってみなよ、ね、じゃあそのアイディアをもっともっとね発展させてみなよもっと練ってみなよっていうふうに言ったとでもこれ出てきましたね実はこっち側ですよねファンズワース rejected RCA's offer RCA の f ファーを断ったファンズワースが今ファンズワース shared his idea with his high school teacher これ出てるじゃん ここいつががもう出てきましたねこの2番がで、これが1922年って書いてあったね。これわざわざに年代くっつけてくれてるよね。で、次、RCA won the first stage of the battle。最初のステージ、RCA が勝った。これさ、怪しい選択肢じゃないなんでってだってさ、メモにさ、RCA took funds worth to court って書いてるじゃん。だってコートに連れてった後じゃない普通に考えて RCA が勝つって。 はい、e US Government が与えた。5番、Zorkin、w a s granted the patent for his television system、ね。テレビジョンシステムに特許を与えられた。まず1922年に、ティーチャーに見せてますね。丸2としておきましょう。続いて、1927 Farnsworth succeeded in sending his first electronic image. おおついに、エレクトロニックイメージを送るのに成功してますね。それがここですね。Farnsworth successfully sent his first image ですね。ここの前に2個あるんですよ。1個はもう分かってますけど、もう1個が何か出てきてないので、あ、これ順番通りに出てこないパターンっていうのがわかるんですよ。厄介なやつです。In the following years, his father improved the system so that it could successfully broadcast live images. はい。そして、さらに良くしたわけですね。その後の年。で、そうだとするためにって意味と、そしての意味、両方ありますからね。で、ライブイメージを送るのを成功した。The government gave him a patent for this system in 1930. はい、1930年に特許を与えています。これが四のやつですけど、はい、1930年ですね。特許を与えたのが1930。 で、当然、これよりは後になるはずですね。ファーストイミージ。これ1927年。これよりも後になるはずです。However, Farnsworth was not the only one working on such a system. はい、こういったシステムについて一生懸命やってた、Work on ですね。それについてやってたのは Farnsworth だけではなかった。A giant company, RCA、Radio Corporation of America。 ねまあ、この頃はラジオだったんでしょうけどテレビの可能性を、ね、こう見てたわけですね。明るい未来を見てて、このチャンスを逃すわけにいかんと思ってた。で、recruited、ヴァリミア・スワルキン、出てきましたね。はい、ヴ i m ミ r プーチンじゃないですね。 1923年ですねはいだからこいつが51923年とはいだから2と次に5がつるくつると2の次に5が来るのは分かりましたはいまあ一応入れておますかはい25こ、はい、の順番になるっていうのは分かりました27年よりも前ですね Yet, in 1931, 1931年に, they offered Farnsworth a large sum of money to sell them his patent, as his system was superior to that of Zworykin's. In 1931, He refused this offer, ah, which started a patent war between Farnsworth and RCA. バトルが始ままっったと言ってますね、はい、オファーを断ったのは、はい、1931年ですね。Rejected したのはこれです。Refuse、はい、と Reject、ね、の1回になってますけど1931年ということで30年の4と31年の1ということで答えは2541というふうになります。できましたか ?2 ちょ。ここにも書いておきましょうか。2541。 はい、ファンズワースにね、リーガルアクション取りましたよ。といよいよ訴えるわけです。1923 19年の特許の方が優先権があるんじゃないかですね。まあ、うまくは言ってないんだけどね。ファンズワース lost the first two rounds of the court case。はい、負けちゃったんですよ。負けたんだけどさ、これが3番か。 だけどこれほらもう訴えた後ですからだから順序としてはこの後に3があるわけですよねアウスイエがコートに行ったあとにだから俺正解にならないよね最初だから負けちゃったんですね2回の裁判では。 However, in the final round, で,、ね、でも最後の round.The teacher who had copied Farnsworth's blackboard drawings gave evidence that Farnsworth did have the idea of an electronic television system at least a year before Zorkin's patent was issued. と言ってます。はい。最後のところにですね、先生が Farnsworth's blackboard drawings ですね。黒板に書いてたのをこうメモってたじゃないですか。で、それが証拠を与えてたんです。 で、どういう証拠って言ったら、同角度だとっ,ってやつ。ファンスファースっていうのが、そのアイディアを、ゾーンスキーのパテントが出される前にやってたよって書いてある。そうですよ。だって、ここほら、1922年だったじゃないですか。伝えてたの。ブラックボードに書いてたの。で、ゾーンスキーがパテントを受け取った1923年ですからね。だから1年前って言ってるわけです。1934は、ジャッジが approved 認めたフランス・ワーズズ・パテン・クライム・オン・デス・ス・フェンクス・オブ・ハン・リッテン・ノーツ・マイドバイ・ h ズ・オ h ル・ハイスクール・ティーチャー・トーマンですね。トーマンが書いていたそのメモ、その強みっていうので、自分のなんだっていうのを認めたわけですね。1934年にそれ認められてオッケー、OK すごい時代だよね。ま、だカメラとかでさ写真撮ったりしない時代ですから、ね、今だったら携帯でとかで,できるかもしれないですけど、それ手でメモってたわけですからね。ということで、勝ちました。 はい、勝てた理由ですね、これね。これのおかげで勝てたって言ってるのは、これはそうですね、先生が書いてたメモのおかげですから。The acceptance of his rival's technological inferiority ですね、ライバルのテクノロジーの劣ってるっていうのが認められたからじゃないですね。The financial assistance provided by Tolman Tolman によってお金なんかもらってないですね。The sketches his teacher had kept for many years. はい、そうですね。 はい、先生のメモのおかげです。まあメニーかどうかはまあ人の感じ方にもよりますけど、まあ1922年から31年だから、まあ9年は少なくともね、あったわけですから。The withdrawal of LCA from the battles. ね。LCA が諦めて、私が辞めますなんて言ってないですね。撤退してません。はい、最後は達成したことを選べば終わり。France f o r r e s died in 1971 at the age of 64.64 64歳で死んだんですね。He held about 300 US and foreign patents, mostly in radio and television. まあこれ書いてありますね300の特許を持っていると。 And in 1999, Time Magazine included Farnsworth in Time 100, the most important people of the century. おなるほどね。99年に20世紀の中で最も重要な人の中に選んだと。In an interview after his death, Farnsworth's wife, Pam, recalled Neil Armstrong's moon landing being broadcast. ねは、アーニエルアームストロングのね月面着陸っていうのがブロードキャストされているのを思い出したと。Watching the television with our、彼女と一緒に見ている、Farnsworth had s a i こうやって言ったよ。

ハイスクールの時のっていうこういうのいつも結びつけられ続けるだろうって言って終わってます。はい、達成したことですね。300パウンドとマガジンは載ってるからアームストロングの話でしょうね。

はい、歴史的なイベントを生放送で見ることができたって言ってるわけですねそうですねアームストロングのムーンランディングを生で見れたって言ってます Many dreams teenagers have followed their dreams after watching him on their TV followed him 彼をテレビで見たあとに夢を追いかけたなんていうのはどこにも出てないですね多くのティーン・エイジャーズがはいということでこれは3ですねまあヒストリック・イベントというふうにねこの月面着陸を言い換えてるなっていうのもまたやっぱり言い換えて大事だなっていうのを思わせてくれますよね はいじゃあ最後の問題行きましょうね。ちょっとね、はいこれすっかり忘れててね、トロフィー変わってるんですけど、はい、いきます。Which is the best subtitle for your presentation? ということで、はい、サブタイトルなんで、この全体に関わるものを選べば OK ですが、まあ、第一段落でも解けなくはないんですけど、やっぱ全部見た後の方が解きやすいですよね。えー、1が、u r young inventor against a giant company。はい、問題ないですね。はい ワンズワースさんがアオシエと戦ってましたよね。ヤングインベンタアじゃないですか。ワンズワースがあってアオシエっていうのがジャイアンツカンパニーですね。で戦ってましたから問題なしでには。今 これは全然違いますね。ハイスクールティーチャーじゃなかったじゃないですか。まあ、ハイスクールティーチャーは登場しますけど、ワーランズ・ウースはハイスクールティーチャーではないので、には不正解。さあ、ネヴェル・エンディング・パッシ e ン・フォー・ジェネレ e ティング・エ i クトリシティ。これは全然違いますね。はい、これ n ネ v e r エンディングですから、もうずっと終わらないわけですから、もうずっとエレクトリシティ作りたいよ、電気作りたいよなんていうのは出てないですね。テレビですか作ってるの。次は、The future of electronic television。フューチャー関係ないですもう過去じゃん、これ。パストですから。 はい、ということでもう234はそもそも矛盾しているので合ってないんですよ。なんか一部分だけ書いてあるものとかっていうのはねあったりすることあるんですよ。そういう問題って結構難しいんですけどこれも完全に234合ってないのでこの問題は楽勝ですね。ということでですねあの並び替えのやつだけね引っ掛けがあって厄介だと思いますけど5つの中から4つ選ぶっていうのでね大変だったと思うんですがまあ、それ以外は確実に正解してほしいかなと思いますね。答えを探しに行くんだとかってやる必要もそんなにないですしそもそも道筋まで用意されてますからね。えー だから非常に簡単なパートですのできちんとした読解力があれば解くことのできる問題ですただやっぱり、ね、時間との勝負ですから大イモ5に来るまでにね,ねちゃんと早く解き終わってなきゃいけないしあとはまあ使い切ってちゃダメですからねもうここ解くときにねエネルギーがない状態でやると結構間違いやすくなってしまいますので気をつけてくださいはい、ということでしたこの動画が終わったらぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いしますそしてクラウドファンディングのご支援も忘れずに そではさあ、行ってみましょう。共通テスト対策講座第6項じゃない。第7項になりますね。第7項は第6問の A をやっていきたいと思います。はい、どうだったでしょうか。ちゃんとね、読んでいかなきゃいけないっていう、読解5、6とやってきてるわけなんですが、まあ、これも答えにちゃんと関係あるとこね、見つけていけばそんなに難しくないっていう問題だったと思います。さあ、行きましょう。 まず、状況ですね。Your study group is learning about how time of day affects people. 日中のうちのある時間っていうのが人々にどんな影響を及ぼすかっていうのについて学んでいると。You you found to have share an article you want to share. シェアしたい記事見つけた。Complete the summary notes for your next meeting.、ね、次のミーティングのための summary。あはい、要約したメモがあると。それを埋めなさいと。で、まあタイトルが、When does the day begin for you? あなたの一日っていうのはね、何時に始まるのかっていうわけです。 で、サマリーノーツを埋めていきますので、見ていきましょう。When does the day begin for you?The vocabulary, definition of Dy Arnold. はい。まあもちろんこんな単語を知らない人が多いと思います。 ただね、アポゼット、ノクターナーって書いてあるんで、ノクターナーの逆って言ったら、もうこれさ、見に行かなくたって分かっちゃうじゃんね。まあ一応推測できる力を持つっていうのが大事なんですけど、ぶっちゃけ上位校を目指してる人たちだったらすぐ分かっちゃうよね。ノクターナーって結構ね、ラップの歌詞とかにも出てくるしね。まあ定義が出てきた時に解きましょう。はい、で、the main points ですね。はい、main p o って言ったらもうこれが書かれてるって分かってるわけなんですよね。はい、Dataime Schedule に部分否定ですね。 の人がフィットするわけじゃないよ but we are first to follow it, especially when we are children で,す、ね、でもそれに従わなきゃいけないと無理やり従わされるようにしてるよ特に子供の時はそうですね学校とか行ってたでしょ朝からあったから行ってる人も多いですね私なんてもう昼ですからほぼ起きるのね11時です大体。Some studies indicate that the most active time for each of us is part of our nature はいもう私たちの性質としてねあるんだ って言ってますねアクティブタイムっていうのは。Basically, んとか、何なんでしょう。で、perspectives keep changing with new r e s e a r c h ね、はい、リサーチが出てくるともに、はい、見方っていうのは変わり続けているよって、えー、Basically の中身、ここですね。で、次に interesting details.、はい、詳細です。ここはメインポイントに対して、こっちは詳細。だから細かいとこなんで見つけに行かないといけないですね。まあ、このスキミングとスキャニングしてねって言いたいんでしょうけど、まあ、そこまで一生懸命やる必要はないですね。ただ、探しに行きましょう、こっちは。The Jewish and Christian religions are As well as Chinese time division are referred to in the article in order to、ね。はい、このためにこれらが述べられていると。とユーレシスト、キリスト教レディジョンとか、Chinese time division ですね。中国の時間の分け方っていうのがこのために述べられていますよ。まあ、この述べている目的ってやつですね。まあこれトフルとかでも非常によく出てくるパターンの問題なんですけど、できました？これそんなむずくないですよ。 インテリジェンスと,か and,、ね uh, となんかの違いですね。こっちがインターナルクロックをセットするっていうことですね、はいそう。体内時計の話だっていうのがわかりました。で、それぞれベストオプションズを選べばいいと。はい、何がセットしてとかって、もうこの辺に書いてありますね。では探しに行きましょう、答えを。 Now, when does the day begin for you? When asked, are you a morning person? Some reply, no, I'm a night owl. When asked, です、ね、この when they are asked ってやつですね。これが when と過去分詞だけになってますね。morning person 朝方の人って聞かれると、some, some people ですね。reply こうやって言うと、no, I'm a night owl ね。はい、夜方。青、袋ですね。まあ、夜方。私もそうですね。いつも、アーリーバードではなくて、night owl ですってよく言います。 Such people can concentrate and create at night. ね、はい、集中できて何かを生み出したりするのも夜。そうですよ。このね、動画をこう編集しているのも絶対夜中ですから、私。At the other end of the clock。まあ、こんな表現普通は使わないけど、時計の反対側。A well-known proverb claims. 有名なことわざですね、プロバーブしてますね。がこういう風に言ってると。The early bird catches the warm. アーリー,ーっていうのですね、早起きの鳥は、warm っていう、この毛虫みたいなやつですね。あれを掴む。 で、which means that, あ説明してくれてますね。このことわざを知らなくても説明してくれます。これがまあ共通テスト。まあ、センター試験の時からそうですね。難しい表現は必ず説明してくれます。means that, waking early is the way to get food, win prizes, and reach goal. す、ね、早起きするっていうのが、フードをゲットして、まあ、こうですね、warm をゲットしてますね。で、win prizes だから賞を得る。そして、ゴールにたどり着く。まあ、知ってる人も多いですね。であ、ちなみにこの the other end of the clock っていうのは、the other end of the spectrum とかですね。普通使うんだったらね。色のスペクトラムとかって見たことないですかね。こうなら で、それの反対側とか、the、other end of the s t とか、k とかですね棒の反対。っていう風に反対を表すとき使う。で、クロックの反対側、朝と夜の逆を表しているわけです。で、The Lark is a morning singer, so, early birds, the opposite of owls, are larks. はい、ラークが分かんなくてもいいんですよ。ラークってあの赤いタバコかなとかって分か <laughs> ないで,でくださいね。モーニングシンガー。シンガーって書いてあって、あー、歌手かなとかね。思ってるかもしれないですけど、アーリーバーズって書いてあるんですねほら。アーリーバーズ of、オポジットオブオウズ。オウズの逆はラークスであるってことは、あーラークスっていうのは朝に鳴く鳥なんだな。ヒバリだって分かんなくてもいいわけですね。あーって分かんなくてもいいわけですよ。はい。それはヒバリですよ、今の。で、creatures active during the day are diurnal and t h o r s emerging at night are nocturnal って言ってますね。はい。During the デイにアクティブなやつのことを、ダイ・アーナウと言いますと。それに対して、夜に現れる、イマージですね。はい。B2 レベルの単語出てきますからね。もう、大学にして大好きですよ、このイマージっていう単語。っていうのは、ノクターナウと書いてあるので、はい、ノクターナルの逆を選べばいいわけでしょ。はい、ナイトのやつがノクターナウ。だから、ダイ・アーナウっていうのは、今てわかりますね。 Achieves goals quickly. 目標達成を早くする。違う。Likes keeping pet birds. 鳥のペットを飼う。A、lively in the daytime. そうですね。Active が Lively という風になってますね。In the daytime. そうです。だから、 夜行性、ノクターナルの逆。つまり、中高生です。あ聞いたことないですかあれじゃないですよ。小学生の次の段階だっていうね。あ中高生ではありません。デイタイムに動く。skillful in finding food。フードを見つけるのがすごい得意みたいなのは全然出ておりません。はい。ということで、ここに39の回答根拠はありました。まあ、難しくないですね。うん、yet another p r o l e m states あ。あこれ、yet another ですからね。another の前に、さらにって意味です。これ、b u t の意味だとまだないことですね。しかし、別のことわざはじゃないですよ。 っていう風に書いてあるから、ほら、そうでしょね、healthy で wealthy で wise ってプラスのことが書いてあるじゃないですか、ここ。これプラスの内容が書いてあるので、こっちもそうでしょ早く起きた方がいいんだよっていうプラスのことわざが書いてあったじゃない。だから、プラスとプラスのことが書いてあるわけだから、逆説が来るのはおかしいですね。やっとがバッとなるのはおかしいから、こっちもいいことです。healthy でお金持ちで賢くしてくれるでしょ早起きして。 早起きすれば、で、larks may jump out of bed and welcome the morning with a big breakfast while owls hit the snooze button getting ready at the last minute usually without breakfast その通りですね。はい。早起きの人っていうのはベッドからビューンと飛び起きて大きな breakfast。あ、breakfast 大丈夫ですね。形容詞付くときはあ付けられますね。監視付きますよ。監視付くんだけど、はい。で、breakfast 単体では付かないですね。で、night owls の方はスヌーズバトンを押すと。 分かりますスヌーズパッタンってあるじゃないですか iPhone とか使ってる人だったらわかると思いますけどこう起きてアラームがバ,バババンってなってスヌーズって押すとなんか5分後とかにまたなるんですよねそれがスヌーズですあとはもう何分か寝るって押すやつですねよくわかりますでもうギリギリのとこあったラストメニュのとこで準備してでブレックファーストなしで行くんですはいというふうにですね、はい、対対立立構造というか二項対立の 形をとっていますねアーリーバーツとナイトアウトの対比。まあ、ラークとアウトの形です。で、こういう風に書かれている場合は、まあ、共通テストの場合は、まあ、今回の問題はそこまで重要じゃないですけど、多くの場合、大学入試の長文だと、こうやって二項対立で書かれているものっての非常に読みやすいことが多いですね。なので、どっちのことについて述べているのかなっていうのを追っていくと、すんなりいくってことが多いので、ぜひ知っておきましょう。They may have fewer meals. どっちのことか分かってますね。そのナイトアウトの方ですね。ご飯が少ない。そうですね。私、ブレックファスト食べないですもん。But they eat late in the day ですね。はい。 日中の遅くの時間に食べます。そうです今日も12時過ぎてましたね。1時ぐらいですね。私食べたのは。1食目。で、n o exercising after meals can cause weight gain ですね。Weight gain 太るってことですね。Exercise ササしないと太る。Perhaps larks are healthier ですね。はい、larks の方。 またこっち側ですねダークスの方がヘルシーかもね。ア u ーズマスワークオールラー n オンドラークスケ c ュールですね。そう、All の人たちっていうのは仕事したり学んだりするのをラークのスケジュールでやらなきゃいけない。その通りですね。多くの人は夜型なのに朝働いてますね。朝勉強してますよね。そうでしょ。大学入試だって朝から始まりますよね。まあ、四技能入試型っていってね、朝の英語がないので昼からですっていうところもありますけどね。More schooling occurs before 4 p.m. ね。はい。4時より前に学校っていうのはね、ありますよね。So young larks may perform certain tasks better. ね。だから、lark の方がうまくいくこと多いし。Business deals made early in the day may make some larks wealthier。早い時間にね、起こっているビジネスの取引っていうのによって、larks の方がもっとリッチになるっていう風に言ってるわけですね。はい。だから、lark にとっていいこと、our にとって悪いことが書いてありますね、ここね。 別にこの辺は今これ授業だからゆっくり読んでるだけですっ飛ばして読んでいいですからね別にだってもうここに書いてあったしねほらね全ての人がデイタイムスケジュールにフィットできるわけじゃないよそうですねナイターオーの人たちは難しいとで子供の時はです従わなきゃいけなかったってそうですねスクールインって書いてありましたよねここの話してるだけです でついて What makes one person a lark and another an owl と言ってます。はい。一体何がある人はラークで、また別の人はアウルにするんだって言ってるわけです。One theory suggests preference for day or night has to do with time of birth。はい。もう生まれた時から決まっているっていうふうに言ってる案があると。まあさっきネイチャーって書いてありましたもんね。 In 2010, Cleveland State University researchers found evidence that not only does a person's internal clock start at the moment of birth, but those born at night might have lifelong challenges performing during daytime hours. Ha! Huh? Omoshallowed, a person's internal clock start? まあ、並べ替え問題で重要ですね。だから生まれた瞬間に体内時計っていうのはスタートする。本当かよって思うんだけどね。だから、夜に生まれた人たちっていうのは、デイタイムアワーズでパフォームするのがずっとむずい。 えーって思うから本当に例がいっぱいあるでしょそんなのちなみに私ねそう確認したんですよだからさっき朝生まれてましたから朝方のはずじゃんそんなのでもねよくよく考えたらさそれってさ朝起きる時間がさ4時5時6時7時とかこの辺だったらいいけどさそれより後の人はどうなるわけ8時9時10時11時の人はどうなるんですかこの人たちだって遅くねって思うんだけどでまあまあまあ今日も11時に起きたわけですけどさっきね確認したんですよ私何時に生まれたんですかさ11時半って言ってたああ <laughs> でいつも1時ぐらいにはね昼の1時に起きる人がいるんで何時に生まれたかちょっと確認してって言ったら「ああいや確認しなくても知ってるよ午後2時おおまあ近い!」 ある意味仮説は合ってるのかなとかってまで、あ、ちょっといろいろ考えたんですけどすげえ決まった時間に生まれた人しか朝早く起きれねえじゃんとちょっと思いましたけどはい The world experience begins with darkness darkness から始まるよ Since traditionally study time and office work happen in daytime そうですね普通の、ね、勉強したり働く時間オフィスの時間っていうの in daylight ですねそうです朝の昼の光の中で We assume that day begins in the morning はいモーニングから始まると思ってる People are asleep are not first in line and might m i s ね。はぁ、これアスリープのですね。名詞を就職する場合は必ず後ろからかかるやつですね。いちごでも後ろからかかる。いい寝ちゃってる人っていうのは、not first i ですね。この列に並んだ時に先頭にはなれない。そう。だ先頭に立てないってことはいろんなチャンスですね。昇進したりとか、何かいいものをゲットしたりするチャンスを逃しちゃうのかもしれないよって言ってます。はい。ということで、まあこれ出てきましたね。よいしょ。 internal clock っていうのを決めるのは何だって言ってたか書いてありましたね。Amount of sleep 寝てる量、appearance 見た目、behavior 行動、culture background 文化的背景、religious beliefs 宗教的信念、time of birth はいこれですね。はい、42が6です。こうですね。はい。time of birth に関係している。ここが42ですね。 はい。で、Does the of days in the すべての人が朝が始まりだっていうシステムにフォローしているのか、どうせしてないって答えるんですよ、そんなの。The Jewish people are 出てきましたよ。An approximately 6,000 year old religious group. はい、ユダヤ教っていうのは、ね、もう6,000年なんだそうです。はい、Believe a day is measured from sundown until the following sundown. ね、はい。だから太陽が沈んでから次の太陽が沈むまで、それを1日とすると。 from Eve to Eve. で、Eve to Eve なんか分かんなくていいわけですよ。ああ、このサンダウンからサンダウンのことだなって分かります。Christians continue this tradition with Christmas Eve. ね、はい、Christmas Eve っていうので、この伝統続いてるじゃないって言ってるわけです。まあ、Eve って言ったら、前夜のことですね。でなんか見たことないですかこれ。ああ、愛に似てる目だじゃないですよ。違いますこ、これ。イーブニングですか あイーブニングってもともとこれ ING 系ですかこれ動詞の進行形ですね。夜に向かうっていうとこから来てましたけどね。もともとは夕方から夕方。The Chinese use their system. あ、出てきましたよ、Chinese ほら。of twelve animals, not only to mark years, but to separate each two hour period of the day. ね、ああ、Chinese Zodiac のことですね。あの、ね、うしとらう、たつみ、うまひつじ、さるとり、いってやつですね。日本だとイノシシですけど、別に中国だとこのイノシシって豚。同じだから、よく中国行くと、この豚。ね、私たちの映画、豚が並んでて、 でえー、ってなりますけどねそうですね。牛のコとかって言うじゃないですか。その中でも分けているよ。Hour of the rat, the first period. そうですね。ね、牛とラグのね。is from 11 p.m. to 1 a.m. 夜じゃないですか。めちゃめちゃ。最初が夜だ。Chinese culture also begins the day at night.、ね、面白いね。day at night から始まると。1日は夜から始まる。In other words, 言い換えると、Asian customs support how o u l s view time. はい、o u r s っていうのが時間を見るのをサポートしてるんだよ。そういった習慣があるんだよ。っていうふうに言ってます。 はい、だからなんでジューイシューとかクリスチャン、チャイニーズの時間のことを言ったのって言ったら、in order to explain that certain societies have long believed that a day begins at night. はい、問題ないですね。はい、夜から始まるって言ってます。一日が。

はナイトアウルの方を一日っていうのは夜からスタートする文化もあるんだよっていう話でしたまあ面白いですね段落ごとにトピック変わってて面白い話だなとちょっと思って次の段落行って Research Indicates o u t s Are Smarter And More Creative おっと今度はアウルズの方がプラスだって言ってますよアウルズの方が賢くてクリエイティブであると So perhaps larks are not always wiser. はい。いつも、ラ a クの方が賢いってわけじゃないよ。That is to say, はい、イコールで。いかがやと、larks win healthy and sometimes wealthy.But they may lose whites. だから、最初の時に出てたでしょ、3つが。healthy と wealthy と Wise っていうのが出てって、Healthy のとこと w e l l n のところはもしかしたら Luck get するかもしれないけど、Wise のとこ賢さにおいては負けちゃうかもよっていうふうに言ってます。In an early report, Richard D. Roberts and Patrick Z. Kilonen said a state that owls tend to be more intelligent。これアウルの方がもっと賢い傾向があるう A later comprehensive study by Francis Preckel, for which Roberts was one of the co-authors。Roberts さんさっきに出てたロ o b e r さんも co a u t h だったですね。 はい、この研究の、これはい、離れてますね。英語はなるべく長いものを後ろに置くので、この which ですからね。人を就職するわけないんで、study にかかりますね。came to the same conclusion. はい、同じ結論に至りましたと言ってます。はい、二人で研究したんですね。it is not all good news for owls t でも完全にいいニュースじゃないよ。えー、そうなの全部がいいわけじゃない。not only can school work be a challenge. あ、not only にまた投じれましたね。はいはい。 グルーワークっていうのが大変なだけじゃなくて A but be、ね、not only a but be They may miss daytime career opportunities and are more likely to enjoy the bad habits of nightlife playing at night while Lark's sleep あ <laughs>、なるほどねキャリアのオポチュニティ機会まあそうですねだって昼じゃん普通仕事ってね私みたいに起きなくてもいい仕事もうね予備校やってないから朝起きなくていい仕事だったらいいですけど辛かったですよ週1にまで減らしたのに朝の授業をねそれでもその週1辛かったですからねでそので ほら、bad habits,、ね、night life, playing at night while lock e d sleeps,、ね、寝てる間にクラブでフォーみたいなね、はい、そういう bad habit をついちゃうかもしれないよって言ってますね、はい。これが、はい、壊してしまうよ、そんな bad habits ですよ。はい、intelligence ですね、賢い、ナイトアウトの方が賢いし、bad habits をゲットしちゃうやつってうでしょ。はい、habit を behavior と言い換えている3が正解ですね。 ナイ e ライフティンストビエクスペンセブ。はい、高くなっちゃうよ。どうなんだろう高いかな <laughs> 外ででで高いいいおお店、クラブでお金使使うとかだかかかかだだ、ららんななすね使わないからバッセローナ study suggests larks are precise, seek perfection and feel little stress.lark の方が precise, 性格、perfection、完璧さを探すし、ストレス感じないですね。はいまあ、この辺も habits について書いてますね。I'll seek new adventures and the exciting leisure activities, yet they often have trouble relaxing. 悲しい。<laughs> アドベンチャーを探して exciting leisure a c t i v i t i を探すんだけど リラックスできないと,という風うにはい、ラークスがこうで。 アウルがこううでああるっててていいいについて書いてありますねで can people change? 変化できるの ?well, the results are not all end. ですね。まあ、全部は分かっていませんと。studies of young adults seem to say no, we are hardwired って言いたいと。young adult は no と言いたいと。変われない。hardwired っていうのを知らなくても、ああ、これは変わんないんだなっていうのが分かりますね。こう、固く組み込まれてるっていうやつですね。まあ、トフルとか受けるんだったら知っておいた方がいいですね。でも分かんない表現は推測できるように作ってくれてますから。So as young people grow more and acquire more フリーダム成長してフリーダムをゲットすると they end up returning to their luck or our nature はい、結局のところ戻っちゃうんだよって言ってます。まあ、そうですね。一生懸命朝起きようとしても、まあ周りの人たち見ててもそうですね。変わんないです。結局泣いたあるの人たち泣いた青ですね。however concerns arise that this categorization may not fit in everyone ですね。はい、こういった心配も出てきているよ。っていう風に話変わったので、もうここで解いちゃいましょう。ここですね。メインポイントのベーシックでいいなところね。 もっとフレクシブルタイムスケジュールとフレクシブルパフォーマンススケジュールっていうのができる。まあんま言わないけどね、パフォーマンススケジュール。アクティビティスケジュールとかかな。将来できると書いてない。Enjoying social activities in the morning becomes more important as we age. ねはいより年を取れば取ること、朝楽しむですね。ソーシャルアクティビティっというのが重要になるよ。書いてない。It might be hard for us to change what time of day we perform best. そうですね変えるのは難しいかもしれないと言ってますね。日中のどの時間か。 最もよくパフォームできるかですね。Living on the hour schedule will eventually lead to social and financial benefits. Our schedule が最終的に社会的そして経済的なベネフィッ i につながるつながらないって書いてあったじゃないですか、はい。逆の方が多いですね。だから変えられないんです。結局のところ、あっ、エンドアップ NG よく出ますよ。はい、一生懸命ね、朝型になろうと学校の時は朝行ってたけど、学校がなくなった途端にもう夜型になっちゃうってことね。 よよくありますよこんなの However, arise that may not fit、はい、みんなに当てはまるわけじゃないっていう懸念がありますよ。えー that ですねはい、これも長いものが後ろにあるわけです。で、concerns that this categorization may not fit everyone arise って言ってもいいんですけど、そうすると頭でっかちになっちゃうので、この50になってます。 In addition to time of birth, possibly being an indication 生まれた時間っていうのがインディケーションを示しているものかもしれないのに加えて A report published in Nature Communications Nature Communications というのを、ね、出された Report Suggest that DNA may also affect our habits concerning t i m e ですね。はい、時間に関するあ、なんとかに関するっていうコンサルね ハビットに影響するかもしれないあ、ここにもハビットっていう単語出てきてますね。other works focus on changes occurring in some people。due to aging or illness ですね。はい、加齢とか病気？ が影響するんじゃないの、New、Research in this area appears all the time いつも出てきているよ新しい研究が A study of university students in Russia suggests that There are six types So owls and larks may not be the only birds around あ、uh, Around ね存在してるとかってねこれ空欄になりますよ南関大ではあるのはこの二種類だけじゃなくて実は六種類あるっていう風に示したとで、だからこの二種類だけじゃないかもよって言ってるわけですねまあそもそもねだからさっき言ったように生まれた時間でやるんだったらその二つには分けらんないでしょほとんどナイトアウルになっちゃうねそんなの たけどねはいということでした The p e r s p e c t i v e は変わっているっていう風に最後のところに書いてありましたねはいどうだったでしょうかきちんと該当箇所さえ分かっていればそんなに難しくはないですもちろん段落ごとにやって答えを出していくなんていうのも効果的なやり方だとは思いますねまあここにヒントがあるので実は出しやすいです答えだいぶはいということでぜひ参考にしてもらえればいいんじゃないかなと思いますはいこの動画が良かったら高評価チャンネル登録そしてクラウドファンディングも忘れずに そうで始まりました。共通テスト対策講座第8項ですね。はい、英語リーディングの最終項になりますね。最後は6の b を扱っていきたいと思います。まあ、単語としてはね、なんじゃこれみたいなね。専門用語がバーっと並ぶんですけど、言ってることは単純明快ですから。はい、答えをバッチリ見つけていきましょう。 はい。まず、You're in a student group preparing a poster for a scientific presentation contest with the theme What we should know in order to protect the environment. ですね。はい。ポスターの準備してるんだって。スティーデントグループで。で、scientific presentation contest。環境を守るために一体私たちは何を知るべきか。You have been using the following passage to create the poster. はい、ポスター作るのにこれ使ってますよ。Recycling plastic.What you need to know. です、ねまあ、同じようなことが書いてありますね。はい。では、質問チェック。 はい、それでは設問を見ていきましょう。問い1ですね。under the first poster heading your group wants to introduce the plastic recycling symbols as explained in the passage ですね。あこのアズでできましたね。as they are explained in the passage ですね。はい。まあ、ちょっとここでは難しいので、えー、説明省きますけど、パッセージに説明されているリサイクルングシンボルっていうのをイントロデュースしたいと。どれが一番適切ですか？と言ってます。はい。 で、問いに、You have been asked to write descriptions of type 2 and 3 plastics. はい、type 2と3についての説明を書くと。Choose the best options for 45 and 46. から、type 2と type 3のところで時計は OK と。 で次が、トイさん。You are making statements about some plastics which share common properties. 共通の特性があるプラス s t i c s についてのステーティメントを出すと。で、according to the article, which two of the following are appropriate? The order does not matter. って書いてあるんで、まあ、そんな中から正しいものを2つ選べばいいんですね。順番はどうでもいいけどって言ってます。で、見てみると、最初が、boiling water 100 degrees Celsius can be served in type 1 and type 6 plastic containers って言ってますね。はい。100度の熱。 とっていうのがこのタイプ1とタイプ6のプラスティックコンテイナーズに使えると言ってる次 It is easy to recycle products with type 1, 2 and 3 logos、ねはい、1、2、3のやつには簡単にリサイクルできるとで次が products with the symbols 1, 2, 4, 5 and 6 are suitable for food or drink containers はい、1, 2, 4, 5, 6多いなが food や drink containers に使えるよ

でこれを探しにに行くくんでですすよさいねだから私はもう最初に見ちゃいましたけどこれでやっちゃうともう読みが止まっちゃって全然できないよ全然読めないよって言うんだったらまあ最初に解いていってそのあとでこの1のところ探しに行く6のところ探しに行くって,って探しに行きながら解くっていうのも大丈夫ですまあそっちの方が正確性はね保たれると思うんですけどただ時間かかっちゃいますよそう共通テスト時間との戦いですからできるんだったら覚えてほしい って感じですね。もう出てきたところで解いてほしい。ただできないんだったら他の問題解いた後にあ、これ、これ、これっ,って探して解いてほしいという感じになります。では行きましょう。The world is full of various types of plastic. もう世界はプラスチックだらけです。この世の中はプラスチックです。look around and you will see dozens of plastic items。そうですね。はい、ほら見回してごらんなさい。皆さんもそうです。見回せばもうプラスチックだらけですよ。これも、これも、これも、これも。 In Japan, you might have seen the first symbol in Figure 1 below. But the United States and Europe have a more detailed classification. More detailed. These recycling symbols look like a triangle of chasing pointers, or sometimes a simple triangle with a number from 1 to 7 inside. ポインターが分かんなくても、こう書いてるほら追いかけてるような、あこの矢印のことをポインターって言うんだなっていうのは分かるでしょ。で、トライアングル、で、ナンバーが書いてあると中にね。うん、This system was started in 1988 by the Society of the Plastics Industry in the US. そうなんだ、1988年に始まったと。But since 2008, it has been administered by an international standards organization, ASTM, American Society for Testing and Materials International. っていうところをやってると。うん Recycling symbols provide important data about the chemical composition of plastic used and its recyclability. Recycling symbols っていうのは important data 送れるよと。何のって言ったら about the chemical composition of plastic used ですね。プラスティックがどういう風うに合成されているのかってことね。あ、これ使われているってことで、高知就職です使われているプラスティックがどのように構成されているか。科学的な構成をしてるかってことです。 used plastic だと中古のプラスチックになっちゃいますけどね前にあるか後ろにあるかによって意味変わりますからねこれね。で、which is used の意味です and its recyclability それがリサイクルできるかどうか However a plastic recycling symbol on an object does not always mean that いつもこれを意味してるわけではないよ the item can be recycled いつもその製品っていうのがリサイクルできるかっていうのを示してるわけじゃないよ it only shows that what type of plastic it is made from どのプラスチックからできてて and that it might be recyclable ですね。もしかしたらリサイクルできるかもしんないよっていうのを示してるだけですって書いてます。はい。plastic recycling symbols は一体何なのって言ったら。 They are symbols that rank the recyclability of plastics and the other related problems. They provide information on the chemical makeup, chemical makeup composition, and the recycling options of plastic. リサイクルできるかっていう選択を示していますね。はい、問題ないですね。They tell the user which standards organization gave them c e r t i f i c a t e for general use.、ねはい、一般的な使い方のサティフィカットこれ OK ですよっていう、ね、資格みたいなやつですけど、それを与えている。 さっきなんか出てましたね、オーガニゼーションズの名前が。でも、あのプラスチックのマークで出るわけじゃないでしょ。次、They were introduced ASTM the Society of the Plastic were developed by by Industry and of これによって、イントリュースされて、そして発展された。れ知らん。そんなの、あのマークを見て分かるわけじゃないじゃないですか。だか書いてあったからといって、それが正解になるわけじゃないですから。だから、消去法でやったって、余裕で正解を選べる問題です。 はい問題44の答えが出たと。で、so, what do these numbers mean? ですね。はい、このナンバーの意味は何なの ?One group, number s two four f is v e i considered to be safe for the human body.2,4,5 は safe なんだって。While the other group, number one three six seven could be problematic in certain circumstances. ある状況下では問題になると3,6,7は。 Let us look at the safer group 1st <laughs> polyethylene. It's a recycled type two plastic. It's non-toxic and can be used in the human body for heart valves and artificial joints. 体に害がないから心臓でね使えたり心臓の弁の役割をしたりとか人工的な関節の役割をしたりするよって言ってます。It is strong and can be used at temperatures as low as minus 40 degrees Celsius and as high as 100 degrees Celsius って言ってるからほら、strong でマイナス40度から100度まで使えるんだって書いてあって、これ commonly known as a single use plastic 何ですかそれ1個しか使えない。 and used at a wide range of temperatures. はい、これですね。はい。This type of plastic is easily recycled. です、ね、はい、リサイクルするのが簡単で、and used at a wide range of temperatures. 問題ないですね。But harmful to humans.Human に harmful じゃないって書いてあったね。But unsuitable for drink containers.Drink containers に使えないとは書いてないですね。 HDPE can be reused without any harm and is also suitable for beer bottle cases. ビールのボトルケースですから。ミルクジャグ s, chairs and toys. 食べ物、飲み物大丈夫ですからね。ジャグってね、わかんない人いると思いますけど、ちょっと出しておきますね。はい。ミルクジャグ s、そうですね。プラスチックで使われてます、で、Type 2 products can be recycled several times. はい、何回かリサイクルできるよって言ってます。え、Type 2出てきた、リサイクルできるはい ありま,した、ね、まあ、イージーかわかんないけど、ね、セブラルタイムズリサイクルできると書いてあった。フードドリンクは出てますね。はい。ここ,、OK ですねはい、こ,こが3番。タ p プ4 products は4番出てきました。Made イ r フ m ー o w e r density p o LDPE。They are safe to use and are flexible. 安全で、そして柔軟。LDPE is used for squeezable bottles and bread wrapping. スクイーズできるボトルとかパンの。 つみですね。Currently, very little type 4 plastic is r e c y c l e d、ね、はいリサイクルはほとんどされてないっていう風に書いてます。は Type、い、4を見ます。まず、food と drink 出てましたね、はい。パンとか書いてあったし、s q ス e イズ able bottles と bread とか書いてあったよね。Widely recycled これが×ですね。Type 4は Recycle ほとんどされてないって書いてあったんで、まず5が消えると。 はい。これで5が違うよっていうのが分かりました。で、次が、ポリプロピリンだかなんだか分かんない。PP ですね。あ、タイプ5。はい。5が出ました。Material is the worst plastic second widely produced is the world in 2番目に最も多く作られているやつなんですね。It is light, 軽い。non-stretching, 伸びない。and has a high resistance to impact, heat and freezing. 衝撃に強いし、熱に強いし、はい。この寒い凍っちゃうよっていうのにも強いと、凍らないんでしょうね。 It is suitable for furniture, food containers, and polymer banknotes such as the Australian dollar. 家具に使えるし、フードコンテーナー入れ物だったりとか、banknotes, 紙幣ですね。オーストラリアドラーのこうやつね。Only 3% of Type 5 is recycled ですね。5%しかリサイクルされてないよって言ってますね。やっぱり Type 5はリサイクルされてないね。Heat Resistant はあってたけど、Widely Recycled は間違ってた。で、5は Food Container ーー出てたから OK ですね。 フーードコンテナズ3%しかリサイクルされてないで5がダメと、はい、あとは5が軽いっていうふうに言ったねでこれはライティング n イトって書いてあったからこれ OK ですねここが4とねえこれもう印だらけになっちゃうんですよめちゃめちゃめんどくさいよねこれねでは次いきます Now let us look at the second group, types 1, 3, 6, and 7 Hi. These are more challenging ,ですね。Because of the chemicals they contain or the difficulty in recycling them Recycled type 1 plastic is commonly known as PETE, polyethylene terephthalate, and is used mainly in food and beverage containers. <laughs> PETE containers or PET, as it is often written in Japan, should only be used once, 1回だけ. as they are difficult to clean thoroughly. ですね。

一三の方は difficult to recycle の方ですから、このグループね。だから二も違うっていうのは実はわかります。ほら、一三六七はリサイクルするのが難しいって書いてあるんですよ、ね。だここで二が違うってわかるし、一も違うってわかる Uncontaminated PETE、e、is easy to recycle and can be made into new containers. まあ、コンタミネート汚染するなんですけど、まあ、この場合は他のやつと混ざって他のプラスチックと混ざってないってことでしょうね不純物が入ってないってことでしょうね Made into new containers, clothes or carpets But if PETE、e、is contaminated with polyvinyl chloride わかんないですけど PVC it can make it unrecyclable こ、ねはいつが混ざってたらもうリサイクルできんともちろんペットボトルっていうのはフードやデブリッジコンテイナーズとして使えますから これが3ですよね。1も出てきたんで、1、2、4、5全部、あと6歳出てくればこれ正解ですね。あは、めんどくさい。はい。続いて PVC Type-3。はい、Type-3 出ました。It's thought to be one of the least recyclable plastics known. ですね。知られているものの中で最もリサイクルされづらいやつ。ね。はい。ノーンが後ろがか,かかってますね。 It should only be 絶対にプロフェッショナルの人に捨てられなきゃいけなくて家とか庭で火つけちゃダメ。タイプ3 flooring シャワーカーテンにあるー、パイプとかフローリングに使われていると言ってますはい。This type of plastic is difficult to recycle and should not be burned in the yard。はい、問題ない。ガーデンをヤードと言い換えてますね。 f lammable, however, it is soft and cheap to produce. 書いいてないですね、はい、可燃性です、ね、フレーム、燃える炎です、ね、炎、はい。しかし、ソフトで安い作るの。違います。known to be a とも n とも何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 ともいとも何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  c も何と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 もっても何と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 リサイクルしもらいって書いてあったからねさあ、あとも何とも何とも何とも polystyrene, P.S. or styrofoam, as it is often called. です、ね、よく呼ばれるのは styrofoam. そうですね。これですよ。発泡スチロール。It's hard to recycle.Recycle するのは難しい。and it catches fire easily.However, そうですすね発泡スチロールはよく燃えます However, it is cheap to produce and lightweight. あー、軽い出たぞ。It is used for disposable drinking c u p s そうですねはい使い捨てのカップに使われてますね i n s t a n t noodle containers. はいカップヌードルとかに使っておりますよね。 And other food packaging.Food packaging に使われている。はい、これでいっぱい解けますね。はい、カップヌードルに使われてますから、問題なしですね。3は OK。まあ1は Type 6は100度以上でも大丈夫なんでしょうね。カップヌードル大丈夫だもんね。ただ燃えやすいけどね。で、6は Light in weight 軽いと書いてあったから、これも OK。6はリサイクルできないって書いてあったからね。だから環境に優しくないですよ、全然。Light weight がンでしょ。 で、hard to recycle, recycle しづらいし、で、drinking cups とインスタントヌードーコンテイナーズとフードパッケージって言ったら、これが3と。はい。面倒 !3 なんてこれ1、2、3、4箇所とか照らし合わせんでしょで、4は2箇所ですね。こ、こ,こと、ここ。はい、もう答え出てますけど、見ますね。Type 7 Plastics, Acrylics, Nylons. And are difficult to recycle やっぱりリサイクルしづらいって書いてますね。タイプ7プラ u ティックスアーオフェンユースティンダマニファクチュアオフェーイク s ブベイクオ s ーツサジャスシーツ、ダッシュボーズアンドバンパーズ。ね。車の部品に使われるよって書いてます。Difficult to recycle で、やっぱり、これもダメと。はい。ここで3、4が正解っていうのがわかりました。 まあ一応全部読みますが、まあ、答えに関係あるとこさえ見つければ全然難しくないんですよね。ただ、めちゃめちゃめんどくさいと。照らし合わせが超絶大変っていうのが特徴です。Currently, only about 20% of plastic is recycled.20% しかリサイクルされてない。And approximately 55% ends up in the landfill.55% が埋め立てられてるだけ。Therefore, knowledge about different types of plastic could help reduce waste and contribute to an increased awareness of the environment. 違った種類のプラスチックの知識っていうのがそのウェイストを減らしてねもっと環境についての気づきを上げるのに貢献してくれるんじゃないかって言ってるわけですねはい行ってきましょうかねということでぶっちゃけだから情報処理ですまあ英語力は当然なきゃいけないんですけどそれ以上にきちんとね照らし合わせられるか答えの根拠を見つけて照らし合わせられるかっていうのが重要な試験だっていうのが分かってもらえたんじゃないかなと思いますはいこの動画良かったら高評価チャンネル登録そしてクラウドファンディングも忘れずにお願いします お疲れ様でした。